はい、それではですね、これから土木施工のですね、施工管理技術のですね、図解講座ということで、ここではですね、基本的には文章ではわからない、図面でないとわからないと、そういうところを中心に図解でもって説明しようということで、土木全体のですね、いろんな構造物について問題点となるところを図解で全部説明してますのでね、これ1回じゃなくて何回か見てください。そのことによってより知識が深まってくると、こういうことですね。それでは始めましょう。ではまず一番最初ですね、土木一般の、まずは土工の図解について見ていきましょうね。そうしますと、ここである標準貫入試験というのは、これはね、どの場合でもですね、土木工事の場合はまずこの公共工事ではこれを行いますよということですね。普通は20メートル間隔でこれを施工図とやっていくと、ね、高速道路だとかいろんな鉄道だとかそういうこれを使ってやっていくと。でこれは何かというと、ね、地盤の強さをこう求めてね、深さごとに求め、1メートルごとにずっとやっていって、地盤の強さがどれだけの強度があるのかということを全部見ていくと、まあ、そのことによって構造物を設計できると、まあ、こういうことになるわけですね。でこれはね、重さ 63.5kg のハンマーを高さ大体 76cm のところをパーンと落とすんですね。そしてここにあるサンプラーという高さ 30cm のですね、サンプラーをダーンと叩くんです。そしてこれを何回叩いたら入りますかということ、その 1m に入る間隔のところですね、 30cm 貫入するのに何回叩きますかって、これ N 値というね、 N 値。でこれによってですね、 N 値によってこの地盤は強い弱いということで、じゃあどこの地盤を基準にするかということで設計をしていくと、これ一番重要だよね。これなど行うと。それから工事やる場合はこっち、これはあの設計するときに必要なわけね。実際に工事やる時はこっち側ね、一番よく使うのはコンペネトロメーター、人力でもってギャーッと踏み込んでね、そしてここの貫入抵抗を求めて、そしてここの値によってコン貫入しコン指数というのを求めていくわけですね。人力図でギュッと押し込んで、でここによって、この指数を求めていく。でそれによってじゃあブルドーザーを通そうとかね、ダンプトラックが通れるとか、まあ、そういうことを決めていくと、そういうその走行機械の走行性を確認するためにやるのはコンペネトロメーターですね、ということです。それからあと現地試験ね、現場で行う試験ですね、平和再開試験でね、実際にです、ね、基礎の強さを調べようといった時にこういったものを使いますね。ここでは要するにトラックなんか置いといて、上からここに入れて油圧でジャークでギュッと押し込む。そしてここは何センチ貫入するかと、まあ、そういうことによって貫入量との力のこの権力系の関係でもってこの地盤は傾斜いくらかと、これ平板境試験傾斜と、そしてこれ一般に基礎の設計にこう使いますね。それから道路なんかの場合はCBR 試験ね、路障の強さなんかをやるのはこれは CBR 試験、ちょっとこう刃先が違う、こっちが板に板になってこっちが棒になってるな、ここちょっと違うね。こっち側は直径30センチの板を使います。こっち側は直径がそんな大きくないやつを、ね、差し込んで、この抵抗を調べていく。ね、これで荷重計で、貫入量に対していくら荷重があると。この関係を調べていって、地盤の強さを求める。現場地盤の路盤の強さを求めると。だから現場で両方とも求めると。こういうこと。こっちが基礎。こっちは一般に、舗装関係なんかの地盤の強さを求めていくのに使います。だから今度ですね、もう一つこちら側ですね、これは標準貫入試験よりかもう少し普通の地盤、柔らかい地盤、まあ、そういう地盤のところにはこれはその大きな構造じゃなくてね、建築物だとか簡単な基礎だとかそういう時を求める時にこういったものを使っている。これは標準貫入試験に代わってね、強度もそれと深くまでいらないようなそういうところにこれを使っている。考え方は一緒ですね。それからあとこっち側に岩を掘削しなきゃいけない。その時にこの辺の岩盤なんかの強さをですね、バーンと叩いて、振動をずっとこう伝わってくるとね、伝わってくると、まあ、この速さによってですね、この強さを知る。だからどういう機械で葉っぱでかけるのか、あるいは、掘削機でぐっと掘り上げていくのか、まあ、そういうふうな機械を掘削する方法を決定するようなところ、これはね、断層波探査試験機ということで、波を伝播する速さによって岩の硬さを見つけると、まあ、こういう試験を行う、まあ、試験ですね、行うということですね。それから試験のもう一つはですね、これは室内試験ですね。室内試験、室内試験で一時化試験というのは粘性度の、ね、粘土の強度を持って、それに軟弱地盤の時にいろいろ変形するので、ね、体が粘土地盤の時は一時化試験によって
深さのところで基礎を作るためにはどんだけのところにどんだけの支持力のある粘土層なのかということ、これ粘土層、これ砂やらないんだよ、ね、必ず粘土のやつだけ一軸試験やりますよと、ね、いうことになります。あとですね、こっちが室内で、これ室内で、でも室内、こっちも室内ね、室内で原因チェーンと言われる、これ土質試験というね、室内で行うのは土質試験、外で行うのはこれ外で行うのは原因チェーン試験、さっきで標準管理試験とかさ、ね、コーン管理試験とか、あとは外で行います。これは部屋の中でやるやつですね。でこれはあの CBR、 室内 CBR、 室内 CBR といって材料、ね、材料の値がどれだけあるかということを、まあ、CBR 値、ね、修正 CBR で表現をすると、こういうことですね。これで求める試験です。これだあの現場 CBR と基本的には同じもの、ここは同じ、ここは一緒ですね。ここはね、室内でやるか外でやるかの違いだけですね。まあ、そういうことでやりますと、こういうことです。それからあとね、掘削機械についての重要なポイントね、こういうショベルが上を向いてるの、ショベルが上を向いてるの、これはパワーショベル、ショベルが下を向いてるの、下を、じゃあ自分の機械より下を掘るときな、これバックホー、下を向いてる、ドラッグラインで投げて、河川なんか非常に広いところをバーンと投げて、引き寄せてやる、ドラッグラインね、それから狭いところね、クラムシェルと深いところ、まあ、こういうところでぐって、こうやってガバッと突き上げていく、まあ、そういう、ショベルのアタッチメントね、種類がこれだと。この母体のところは一緒だけど、先っぽだけ違う、ね。アタッチメントだけ違って、これ取り替えればどれでも使えると、ね、いうことになります。だからその取り替える先端のところをアタッチメントといって、上向きのパワーショベル、下向きのバックホール、ね、投げて広い寄せ集めてくるドラッグライン、それから深く落とし込んで掘るクラムシェル、もうこの4つのパターンがあると、ね、いうことですね。これは掘削機械のもう主機械ですね。主機械、これも主機械ですね。だから運搬機械とかダンプとかショベルとかそういうもの、あのダンプとか、あそれからあの広げるスクレーパーとかね、モーターグレーダーとかそういったものは見る重機械という、これ主機械、掘削機械は主機械ね、設計するときは全部あの土木構造の設計なんかするときに、要するに施工量の量を出したりするとき、これが基本になっています、掘削機械がね。その他のは重機械という、まあ、道具ではこれ主機械と、こういうふうに言うとね。じゃあちょっと重機械の方見とこうね。ローラー関係、これはあのロードローラー、鉄輪でできているロードローラー。で、タイヤでできるタイヤローラーね。で、突起がついて、鉄輪の外に突起がついてる。岩なんかガガガッと掘らなきゃいけない。タンピングローラー。ね、こうタンピング。タンプと叩くだけな。で、小型、こっちが小型。小型なんかね、振動コンパクターね。だからランマ、これね。こっちはダンマ、ボンボン飛び上がる。こっちがダダダダッと振動でいくわけな。衝撃力でやる。で、これは一般にですね、あの構造物の隣接とかね、こういうふうな構造物の森とある時の、あの踏みかけ板を行って、ここ、こういうところをやるときはね、構造物の横をやるとき、小型建設機械で締め固めるね。で、普通のときは大型のこういうので締め固めていいんだけども、構造物の隣接で大きい力かけちゃいけない、これ小さい機械で締め固める、まあ、こういう使い分けがあるというわけだな。いい？それからその他まだモータースクレーバーって、これはあの敷き鳴らしてな、カッティングして運んで敷き鳴らすとね。だから掘削してボールに箱を入れて、で、これ並べて、敷き鳴らしていくと。だから、掘削、運搬、敷き鳴らして、これ同時にできるわけね。スクレープ動作っていうのは、これね、非常に狭いところ。両方とも2台運転手ついてる。運転手2台ついてる。こっちがとこっちで。だから、こっち行ったらそのまま乗り換えて、今度こっち来るわけ。だから、ぐりっと回らなくていいんだな。それをスクレープ動作って、足回りが違う、ね。こっちが履帯、こっちがタイヤ。ね、これをモータースクレーパーと。こっちはスクレープ動作って。動作って言ったら、要するにここにね。キャタペラがついてるわけだな、時代がついてるいい、そういう区別をちゃんとつけておく。それからあと引き鳴らしはモーターグレーダーね、一般にモーターグレーダーとね、でここにこのブレードがついてる、スカリファイヤーとガリガリガリと書くやったスカリファイヤーがついてこうセットになってるな。でこれはブレードはこう横ともこうどうでも触れるわけだ、だからこういったように自分の機械が外に出てるこう糊面ね、これだけをキュッと曲げてこういうふうにやればここギリギリまで引き鳴らせるな。ブレードだったらこっちが斜面も横にバーッと振れば、ね、これもずっと斜面もカッティングできるわけですね、これはね。だからまっすぐ行くだけじゃないんだよな。外側も行くし、こうやって斜めも行くわけですね。そういう、こっちがな、バンクカットこうね、これショルダーリッジ、横に行く、ショルダーリッジ、まあ、こういうような使い方をしますよ。なかなかこういうところまで書いてる本はありませんね。こういうモーターぐらいよく出てくるので、そういう使い方をするんだということを理解しておこうね。だから今度は軟弱地盤。軟弱地盤のところで、軟弱地盤で砂の軟弱地盤っていうの、砂の軟弱地盤っていうのは、これは、N 値が
N 値だな、標準管理試験だな、これ10未満のやつだ、そういう時はこういうふうにやらなきゃいけないね。それでどうやるかというと、こういったようにマンドレルというので、掘っといて砂を投入してダン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 と砂を叩いて叩き込んでいく、弱い砂だからな、この砂を叩いて密度を高めるわけだな。でこの辺にあったら軽いやつをガーッて押し広げて密度を高めていく、密度を高める方法でもって、砂を固めていく、砂サンドコンパクション叩いて杭を作ると、サンドコンパクションパイル工法だ、いい、それによって地盤を固めて液状化を防止する、液状化を防止するね、ということです。もう一つ粘土の方はどうなるかというと、粘土はです、こういった粘土関係ね、粘土関係、粘土関係はね、厚みとして水を出さないと強くならないんだよな。でこういうのをここにサンドマット、水をほら逃がすとこを作んなきゃいけない、これ 0.5 メートルか 1.2 メートルぐらいね、サンドマット引くわけだな。そして砂のパイプをずっと打つわけだ、砂食いを。そうすると圧力をかけてあげると、盛り土してあげるとグーッと押すから水が絞り出てくる、絞り出てきてこのサンドマットで水をどんどん抜けていく、でグーッと沈下していくわけ、沈下するわけ、沈下してくると空洞がなくなるからね、水がなくなるから強度が上がる、前段強度が大きくなる、そしたら強い構造物、 N 値がこれ4、N 値が4以上ね、4以上になったらこれは改良されたと、砂地盤の場合は10以上になったら改良されたと、こういうわけだな。だから軟弱地盤の処理って砂地盤は N を10以上にすることであり、ね、粘土地盤の場合は N4 以上になるように構造物を作るためにやらなきゃいけないよと、こういうね、砂当たりとはちょっと違うんだ。だからサンドコンパクションパイルは工法は10以上ね、それからこういったようなサンドドレイン工法とか深層混合処理工法、まあ、こういったものは N4 以上にならなきゃいけないよということですね。これはだから圧密を促進する、そういう方法だな。粘土、これ粘土、これ両方とも粘土だぞ、両方とも粘土地盤だな。これは要するに厚みとして強さを求める、こっちが違うんだ、考え方が。セメントとか石灰とかね、これ入れてこれこっちとこうやってガンガン叩いて、こいつもぐるぐるぐるっと固めていって、こうやってさ安定処理しちゃう、これね。ではこの軟弱地盤も固結しちゃうわけ、こういうの固結って、固結、固く固まってしまうんだ、固結工法、固結工法ですね。だからこうやって圧密させる方法もあるけど、粘土地盤ね、圧密させて強度を高める、先端強度を高める方法と、固結させて先端強度を高める、いずれにしてもこれは地盤全体の平均値が N が4以上になるようにやると、これが粘土地盤の改良と、ね、軟弱地盤の改良ってこういうことだな、そういうことになる。それからあともう一つ構造物の違う、例えばこういったね、カルバートみたいな埋まってね、下水道埋まっててやると、ほら小型のランマーとかやってでしょ。でこういうところは薄く引いてね、普通は30センチ以上引くんだな、だけどここでは20センチだ、引くのはね、構造物の近く、小型建設機械は20センチ、ローラーとか大きいやつは30センチだな。そうやって引き上げていって対象にね、変動圧をかけないように対象にね、こうかけていって構造物を仕上げていきますね。だから透水性の大きいやつな、水入ってきたり軟弱地盤になっちゃうから、やばくなっちゃうからね。だからこれは排水を良くするために透水性の高い材料を使うと、こういうことは非常に重要な、透水性、これはキーワードなんですね。構造物のところよく出てくるんで、こうなるね。それから切り戸と燃える戸、この境界のところ、ここには地下排水口、ここにも地下排水口、まあ、アンケートも言うけどね、地下排水口、要するにここと切ってここに燃える戸するわけだ。そうするとこれ擦れちゃうからな、ここみんな。だからここのところには必ず段切り横を設けるんだ、こうやってな。その時の幅はね、これ1メートル、高さ50センチね、最初高さ50、ね、最初50センチ、幅1メートルね、まあ、これを覚えなきゃいけないね、ここへ持っていくと、こういうわけだな、まあ、こういうふうにやっていく。だから地下排水口と、ここの水付け、ここのところ弱いのでね、盛り土と、切り土と盛り土の境目は何でも、いや、継ぎ目弱いんで、だからその時には地下排水口と水付け区間、良質でこう水付ける、ね、一体のこうしてみる、まあ、こういう考え方が必要ですよ、っていうね。だからこれは例えばこっち側であるよね、堤防の時も同じように腹付けする時はこう同じように段切りしますよ。だからこれは道路だけどもね、河川も同じようにやりますよ。堤防の幅を広げる時はこういうのやらなきゃいけないよと、こういうことな。それからあとですね、軟弱なところではですね、こういったような補強材ね、土のままもう強度上がらないと。改良してもちょっと難しいと、そういう場合はこういったような構造物を使って強度を補強すると。だからこういうのね、補強っていうのは補強ね、鋼体補強、これは鋼体を使って補強する方法だな。こっち側のところは要するに壁面だな、こういう壁面を使って
アンカープレートでもってこれをグッと引っ張っておいてここを支えるというこういう構造とな、アンカー補強とね、なんかあとはですね、ジオテクスタイルだな、これな、これによって30センチごとにずっと入れていって、各層ごとに入れていって、モールドをですね、しっかり止めておくと、まあ、実際ではこう、巻き込んでるわけだな、だから外に逃げていかなきゃ、こういうジオテクスタイル実際こう巻き込んでこう30センチごとにやっていく、まあ、これ補強するわけだな、補強モールドということで、改良できないところはこういった補強モールドをやっていく、これはだから土木構造の重要なところということになるな。では続いてですね、今度はコンクリート鋼の方に行こうかな。コンクリート鋼ね、これでも土木一般だからこのところね。でコンクリートの方はですね、コンクリートっていうのは一番最初はまずは練ってね、配合点だ、配合してそして、混合して構造物を作って運搬車、ダンプだとか、レミコン車に乗せて運搬をして荷下ろしをしてシュートでもって打ち込んでいってバイブレーダーで締め固めてとこういう順番でいくわけだな。そして養生して打ち継ぎ目を処理して終わりますよと、まあ、こういう流れをしっかりやっていこうということで、これをこれもちょっと分かりにくいところを図解で説明すること、こういうことだな。でいきましょう。まずね、そのコツ、要するにコンクリート何からできてるんだと、コンクリートな、コンクリート何からできてるかというと、これはここにあるような砕骨材、砂だな、それから粗骨材という、これは砂利だ、砂と砂利とセメントな、だから砂と砂利とセメント、まあ基準用語で言えば砕骨材、粗骨材ってな。でこれ何で分けてるかというと5ミリのふるいなんだ。ふるい分かる、ね、ここに5ミリのふるいがあってバーッと入れたと、ね、でバーッと 85% 以上通過したらこういう全体の山を砂というよと、砕骨材という定義すると、こういう砂を、こういう砂を砕骨材で、これ、要するに歴の山からバッと取って入れたらね、ゴミ入れたら、これは 85% 残ったと、このふるいの中にさ、だこういう塊全体を粗骨材と言うよと。だから砂、砕骨材といったら砂もあるけど、これ5ミリ以上のやつの中には 15% あるよと、混合してていいわけ、そういうのを砂と言わないで、これを砕骨材と言うと定義する、こっち側を粗骨材と。だからコンクリートはこの砕骨材と粗骨材を使ってセメントを入れて水を入れて、セメントと水と砕骨材と粗骨材を入れてぐちゃぐちゃぐちゃっと混ぜるのがコンクリート、固まったらコンクリート。でこれに早く固めたいとかさ、細く固めたいとかさ、膨張あまりひび割れるから膨張剤入れたいとかさ、ね、そういういろんな意味の混和材料って言うんだな。これに混和材料、栄養剤とか混和材料と、これを入れるわけだ、コンクリートな。混和材料の中には化学的にやるちょっとだけ入れる、もう薬品みたいに入れるのが混和材という、こっちが混和材ね、これ栄養剤とかさ、ね、膨張剤とか、それに対してフライアッシュとかさ、コーロスラグみたいなセメントに入れるんだよ。そういうのを、こっち側を逆に混和材、材料の材ってややこしいんだよな。混和材って言うんだけど、これかこれか分かんないんだ。これちゃんと字見ないと分かんない。混和材って言ったら、これはセメントを、増強させるもんだな。混和材ってのは要するに時間を遅らせたり、空気入れて耐久性を高めたりする。まあそういうふうな薬的に使うものと材料を使うもんね。まあ、そういう違いがあるということをまず理解しておこうと。こうやるな。で、はい、行きましょう。で、そうするとですね、配合設計するのどうやるかっていうと、これ、こういう状態だ。理想的な状態。岩のですね、いろんな骨材の中に水がもう充満してると、こういう状態でやるんだ。石の中に水が入ってるんだぞ、ね、石の中に水が、これ全部表面は乾いてるけど、石の中に水で満たされてると、こういう状態、氷管、ね、表面乾燥状態、まあ普通氷管状態で、こういう、これで配合設計する。そんな骨材ないだろうね。実際どうしてるかというと、現場では水をバーッとぶっかけてるんだよ、ずっとね、骨材にぶっかけといてね。そしてこういう状態でここの表面水量だけ測るんだよ。この表面水量だけどんだけついてんのと、骨材に水の表面にどんだけ、まあ、これ試験するわけで、配合設計するときは何を試験するかというと、骨材はどうしてるかというと、骨材から表面にくっついてる水分量だけ計算するわけだ、ね、でこれから重さからこれ差し引けば水の量が出るじゃないですか、ね、そしたら水の量は計算、水の量も計算するし、岩の骨材の量も分かると。
それで配合設計するで試験するの一番ポイントはこれ、これが非常に重要なところになってくるぞ。配合設計の基準は共感状態だぞと、ね、実際にやるのはこういう状態になっているよと、骨材を置いているところはプラントのところはこうやってこういう状態になっていると、この外側の水だけ測るために表面水量試験やるんだと、まあ、これで覚えておけばいいんだ、こうやるな。でいよいよもう練ったと、ね、そしたらそのコンクリートが、ね、空気量がいいかとかさ、スランプが適当かって測らないんだ、そういう試験は空気量試験だな、空気量試験、まあ、こういう機械使うんだな、空気量試験でもって、これ測って、そして空気量が何パーセント、普通4から7になれば OK と、ね、まあ、こういうことだな、こういうことを測る。でこの許容差はプラスマイナス 1.5 である、まあ、こういうの覚えなきゃな、 1.5% である。でこっち側硬いコンクリートの柔らかさを測る、スランプ試験だな、スランプ試験ね、これは3層あって30センチあって、上が10センチ下が20センチね、でここにこういうゲージがあるんだな、ゲージがあって、でだいぶ高さ30センチあるの、30センチ高さなんですね。そしてここに3層でね、25回ぐるぐると突き棒でバババって、はい入れた、はい入れた、はい次 2層目、はい3層目バッて、で小手でパーッときれいに鳴らして、えいやーとパーッとやるわけですな。で3でこう当てたら、これ30センチだから、どんだけ沈下したかというこの真ん中だぞ、ここの型はこことこの真ん中、ちょっとここで広げたから、この真ん中のところ、ちょうど真ん中のところをここの高さを測るわけな、測って何センチ縮んだかなと、何センチへこんだかっていうのは、これはスランプと、よく我々もよく入るのはスランプに、それだスランプ、低下低下するわけです、ね、これは何センチだ、スランプ例えば6センチとかってこうやって測るわけです。ここメモリついてるよ、ここ見ただけで、ここだこの6センチとかすぐ分かるね、ここでもって測る、これスランプ試験と、こういうわけだな。でこうやるといよいよですね、じゃあそういいよ、いやコンクリート打っていいよと、基準の許容差に入ったらいいよと、そしこういうのフレキシブルホースね、要するにこれはコンクリートポンプから流れてくるんだな。でこれ縦シュートって、こういうシュートと思って打ちなさい、高さ 1.5 って決まってるな、最低どんな低い、これより低いほどいいんだ、高いほど材料分離が起きるんだ。材料分離っていうのは骨材とモルタルが分かれることだな、セメント系列と骨材系列と分かれることを材料分離というわけだな。これ一番大事、縦シュートはいいと、斜めシュートはやばい、実際上これ使わなきゃいけないと、一般の柱の横なんてさ、こういうの使えないんだよ、だから斜めシュートっていうね、そういう時はバラバラと、これに真似するためにこうやってこっちへバッフルプレートね、こういうの使うね、そばんなんていうのは止める板とかそばんと書いてあるんだな、日本で、ね、バッフルプレートは一般的だな、斜めシュート、この勾配はこれね、土木の場合ね、コンクリートの質によって違うんで、建築とは違うと、これなんでこれ一体にと、ちゃんとこういう土木の場合は一体に斜めシュートしなさいよとね、そして骨材流し込みなさい、バッフルプレート置きなさい、で最初に打つ前にここに少しねモルタルを流してこ流れやすくしときなさいよと、でここも同じ 1.5 だとね、まあできるだけ使わないがいいとね、まあ、こういうことだけ覚えてですね、はい、じゃあ今度はですね、2層打つと、普通1層あたり40センチから50センチ1層あたり打つんだ、でこれどんどん打ち重ねていかないけどな、そうするとどうするかというと、上と下とくっつか、一体化しない、そういう時は一体化しないところをね、コールドジョイントね、こうこのまましないで黙ってて、どんどん重ねていくだけで、コールドジョイントここね、ここの層はコールドジョイント、硬化してからだって意味ないわけ、だからここ一体化しなきゃな、器具と芯を一体化する、でそのために振動棒をいくら入れるかというと10センチな、下層へ10センチを入れてバーってやんなさいと、で1層のところは基本的には5秒から15秒だ、こう締め固めるな、で50センチ置きにこうやっていくわけな、土木の上ね、建築まで違うんだよ、土木の上は50センチだと、打ち込んでいくわけな、でこういうタッパ、あれだな、柱なんか高いところ、こういうとこ上から打っちゃいけない、ここから横から投入口を設けて、この高さが 1.5 メートルになるのここから入れて、コンクリート流しなさいとね、まあ、こういうルールになってるよ、ね、ということだな。はい、次いくよ。じゃあこの間隔だ、50センチ以下ね。バイブレーターの間隔50センチ以下な、まあ、見たな。それからこれ斜めになってるところね。これだってこれにこうやって金で延直方向に差し込んで、ゆっくり、ここ大事。ゆっくり入れて、ゆっくり引き上げて。で、この時間は5秒から、過信するのは5秒から15秒。ね。これも通知覚えて、ね。これ15秒でやると。ここも1層あたりこうだな。しっかり覚えると。こちら傾斜してても直角に打ち込みよと。こういうことな。ゆっくり入れて、ゆっくり引き上げなさいと。ゆっくり引かないとこれ、ね、こういう気泡が残っちゃうの、パカッと。ね。浮き上げちゃうとさ、ここだけ後で水が集まってきて乾燥してさ、そこからひび割れが起きちゃう。だから、必ずゆっくり抜かなきゃいけない。いいね。
はい、それから内継ぎ目だ。内継ぎ目。内継ぎ目はね、圧縮力に対して直角。これよく出るぞ。圧縮力に対して何かというと、これ鉄筋が例えばこう入ってんだ。鉄筋が。鉄筋とこうだな。引っ張り力がこっち。こっちは圧縮力だな。これが圧縮力だ。こっちは引っ張り力な。こうなってる。じゃあここに対して直角だからこういうふうにやるね。これが連直打ち継ぎ目という打ち継ぎ目ね。これ大事なところで、これは旋断力の小さいところ。旋断力が小さいと針の真ん中だ。旋断力はどこ大きいんだ。ここ大きいんだよな。ここはこの両端が一番大きい旋断力ね。どう書くかって旋断力とこうなってるな。旋断力の大きさ書いたらさね、こうなってる。ここの両端は大きいんだ。真ん中はないんだ、ほとんどゼロだ。だからそういうところにやる。そこに解けば力を受けないところで継ぎ目があるというのは別に問題ないんだよな。だから継ぎ目は旋断力の小さい位置に入れなさいよというのはポイントだ。それはそういう意味だな。こう旋断力一番小さいから入れるんだな。端が大きいから入れないんだということだな。ただだからもう一つは打ち継ぎの注意点がですね、例えばこれはスラブね、針とかスラブだ。こちらは柱とか壁だ。まあこういうところ高いものと平板とくっつけるところはね、どうしたってこれ沈下するんだよ、ここ。だからどうするかというと、ここのところはスラブと針と柱と壁なんかを打ち継ぐここの間を一旦この頂点でここ1、2時間止めて沈下を待つの。この柱のこれ柱ずっと長いからさ、ずっと下までどんどんこう沈んでいくんだよ。で実際打った時は空洞ができちゃう、ここもこのままだったら。だから2時間待ってこれ全部十分沈下させないと。どんどん続けて打っちゃったら、これでずんと剥がって、ここにバーッとひび割れが起きちゃうね。よくこういうところの角にひび割れが起きやすいというのは、それ待ってない証拠なんだけどね。打った瞬間はわからないけども、1年や2年は。だから時間経ってくると、沈下して、このその影響が出てきて、バーッとひび割れがこう入って、コーナーにひび割れてくる。あれでしょ？そういうところ注意しないと、それは施工のが悪いわけと。必ずよく見て、しっかりと時間を取ってやんなさいよということですね。これ、沈みひび割れとも言えます。まあ、こういうふうにね、沈下ひび割れでもいい、これ沈みという場合もありますので、試験両方出てくるので注意してくださいね。両方とも同じことを意味します。それから鉄筋だな。鉄筋もこれこっちが針ね。針のところスターラップだ。これね、これ主筋だけどもね、引っ張り鉄筋だけど、この周りで囲んでんだ。これをスターラップだ。 こっちが針の方だな。柱の方はこっち側ね、帯筋って、帯筋、こっちがね、帯鉄筋ね、こっちは帯鉄、名前が違うのでちょっと注意してくださいね。こういうところもよく出てくるので注意しましょう。まあ構造はちょっとね、書いてないんでね、示しました。続いてね、今度は基礎項だな。基礎項のところよ。基礎項のところの図解の問題、ちょっと見ていきましょう。で基礎項のところではですね、まずこれ直接基礎と、こういうのを直接くっつ、直接、要するに地盤と直接くっついてるんだろ、この直接基礎って。杭じゃねえんだよ、直接基礎って。直接基礎だな。でこれは岩盤の場合、こっち岩盤、岩盤はこう掘削して水でよく洗ってね、ならしのモルタルをこう入れて、それから構造をこしらえるわけだ。でこの埋め戻しはね、ポイント、埋め戻しは岩盤とかいうのではなくして、ここのところはね、貧配合のコンクリート、要するにセメント量の少ないコンクリートをここに入れて埋め戻すわけだな。埋め戻しいい。だから直接基礎の時、岩盤の時は普通に礫入れちゃいけないんだよ。支持力がないから必ずこうやって貧配合の、ね、コンクリートを戻しに入れてくださいよと。これ岩の場合ね。でこっち側の方は普通の地盤とか砂地盤のところ、まあこういうところはね、これは突起といってね、これ滑り出さないように地震が来た時に、ここに突起をつけてる、突起をつける。こっちは突起いらない、強度あるからね、こうやって突起つける。これは特徴だな。そしてまあここに敷き慣らしをしてやっていきますよということな。これ突起をつける。これが普通の地盤のところの岩の地盤と、それから普通の地盤の違いは突起にあるよと。この辺のところは注意しておこうと。こういうことな。それから今度はですね、杭だ。杭ね。杭にディーゼルパイルハンマーってね、ディーゼルパイルハンマー、これディーゼルパイルハンマーで、これでバン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 と打つわけな。音が大きくて、これ市街じゃダメ。それからバイブルハンマー、これバーって振動が大きい。こっちは騒音、こっちは振動。両方ともこれは市街地で打てないね。だからこれはそういう市街でないところはこれ使うことができるね、ということです。まあ、ということで、そういうまあこういうディーゼルパイルハンマーというのと、これは
強い強弱。これは焼いたなんかを言って大体こっち側かな。バイブラハムの焼いたなんかはこれで打っていくということ。これは電力と思って振動は大きい。まあ、いずれにしてもこれは市街地では許可を得なければ使うことはできない。最近ではほとんどまあこれは市街地は使ってないということ。ただ市街地ないところは使えるからな。効率が一番いいからこれはな。それからこういうの打ち方だけども、必ず立て込むときはね、どうやってやるかというと両方、二方向からセオドライト、昔はトランシットって言ったら今はセオドライト、セオドライトの二方向、直角二方向から見て杭が延直であることを確認しながら立て込んでくださいよ。二方向から同時に見なさいということだな。じゃあ杭をこう打つとすると、だから杭こうね、杭群の打ち込みの順序だ。これは必ず真ん中から、真ん中から打って外へ向かっていく。真ん中からこう外へ向かって打っていく。だからこうバーッとこう順番だ。順番1、2、3とこうなって、こういう円形で打っていくと。まあ、こういう内から外へ打つと、これはもう本当に2年に1回、2回に1回ぐらいしか出てくるから、これな。杭は真ん中から外へ打つと。いい。そういうことで、掘削するときも真ん中から外へ打っていくね。まあ、基本的なだから、そういう真ん中から外へっていうのは、道具建築の基本ということですね。ものを作るとき、多分壁紙貼るんだって建築なんか真ん中から外側貼っていくわけです。で、まあ、あらゆるものは掘削するんだって真ん中から外、杭打つんだって真ん中から外、まあ、あらゆるものだから基本的には真ん中から外へという考え方、必ず1年に1回、必ず1回一つは出てくる。それ注意しとくな。だからあとはこれはですね、場所一部、深層工法、ね、これ人力でもって掘削するんだな。これは傾斜の鋭いところとかそういうところなんかはこれを使ってやっていく。深い基礎とか曲げとかは深層工法という人力でもって掘削で、このところですね、構成型枠というのをこう使って、まあ、特殊山での構成型枠を使って、こういうふうに順番にこう掘っていく。それに対してオールケーシング工法というのは、これは全部交換でもってケーシングチューブだな、交換でもってケーシングチューブでもって全部保護しながら、ここはね、徳志山型をね、使うんで、こっち側のケーシングチューブを使って、交換を使って掘っとく、ね。掘る機械はハンマーグラブ。こっち側は人力で掘ってるな。深層工法ってな。まあ、よく出てくるのは、それ、広壁保護者。掘る機械はこれ。ね。というふうにケーシングで保護して、保護するのと、打ち込む、掘削する道具のハンマーグラブと、ケーシングチューブ。この2つをしっかり覚えておく。これがポイントだな。それから今度もう一つはね、こっち側はこのアースドリル。アースドリルは何かというと、ここに表層ケーシング、表面だけね、3、4メートル表面だけ交換を打つけども、後ろはね、ベントナイト液という人工液だな、粘土液だ、粘土の液だ、それをぐっと入れて、鋼壁は壊れない、比重が高いからな、水よりも、だから壊れないんだよ、鋼壁はな、だからずっと掘っていく。だから覚えるのは回転バケットで、ドリリングバケットも言います、どちらかな。だから英語で言ったらドリリングバケット、あるいは回転バケット。それからこうベントナイトウェイですね。で、攻撃を。表面は表層形式。これでもって攻撃を持つ。ね。ということです。それからあとはね、掘削機は回転バケットだな。まあそういうふうにぐるぐると巻いて、これを何回か引き上げてポンと土を落として、ぐるぐるとまた溜めてポッと。まあそういうやり方をやっていく。これ大体ここに浅い30メートルぐらいまで一番よく使うね。深くなってくるとこういうリバース工法。これリバース工法を海底の深いところでもどこでも掘れる、非常に長いですね、70メートル、80メートル深いところまで、基礎、杭を入れていくことができると、ね。で、これはどんな特徴があるかというと、これはね、回転ビットね、これでバーッと掘って、これ真空ポンプ、真空ポンプでバーッと吸い上げる、ね、土砂と水を掘削しておいて、ね、こっち側にダイヤモンドカッターがついてるから、ガーッと全部こう掘っていって、で、水と一緒に、水をどんどん入れていく。で、水を入れて、ここでぐーっと、ここから水を入れて、引き上げてきてどうするかというと、水と土砂をここでね、土砂だけ溜めて、また水をこっちに返して、またぐるぐる回したらですね、掘った土砂だけここへ溜めてくるよと、ね。掘る機械は回転ビット。ね、で、鋼壁を守るのは泥水、普通の水だ。泥水って汚れちゃうから自動的に泥つくから泥水って言って普通の水だ。で、どうして守ってるのかというと、普通の水で守れるかというと、ここだ。ほら、ここがポイントだ。2メートルだけ、ね。これをスタンドパイプと、6メートルのスタンドパイプを立てといて、この中に地下水よりか2メートル高くしておく、ここ。必ずこっち側の、だから水圧が外から入ってこようとしても、必ずこっち側の2メートル高いから、必ず外へ出ようとするから水入ってこれない。だから同じ水の状態でずっと掘削で。だから、下水温水圧、加圧水温水位2メートル。これが試験によーく出るんだよな。ということだ。
そういうことで、ここだけ高くなった、スタンドパイプだって高くしたんだよ、これな。そういうことだ。それならリバース工法っていうことかな。それからね、穴は掘れたけどさ、穴掘った時に、底ざらいって言って、その下に泥が沈殿するんだよ、場所地区でな。その時には、一次スライム処理って掘った後、スライムを抜けるのけ方に、底ざらいバケットみたいに入れたり、スライムバケットを入れて土を取ったり、リバース工法なんかだったらこれそのまま使って水をそーっと静かに抜いてあげる。それで泥だけ浮き上がってくるからな、取ってくる。まあ、こういうふうな方法の第一次スライム処理と。でもう一個は第二次スライム処理って、要するに鉄筋化を入れてコンクリートを打つ前にもう一回この泥を取ってあげると。これ二次スライムと。まあこれは必要のある場合にやるわけだな。ということで、まあ多くの場合必要なんだけども、まあ、そういった一次スライムと二次スライム、これは鉄筋化合を入れた後、これ鉄筋化合を入れる前、まあ、そういうことで一次スライムと二次スライムを分けてるんですね、いうこと。二次スライムは溜まった時に山の場合、こいつがやるよと、こういうことな。やり方にはですね、トレーニング、それでコンクリートを流す管の上のところでサクションポンプをつけてピューって引き上げてやるね。エアリフトポンプをつけて、まあこういうやり方があるよと、こういうことな。だから1次スライム処理と2次スライム処理があると、そういうことを覚えていて。それからあと土留めだな。山留めだ。山留めにはですね、一番よく使うのはこの高栄田ね。高栄田港。これ高栄田とか、ここ高栄田打ち込んだよね。それに対して、ここにね、あるのが、腹起こし。こっちか。ね、これ腹起こし。こっち側が腹起こし。下がね。こう腹起こしが、こう段違いになってんだよ、こうな。いい？こっちはこうなって、こっちはこうなって。段違いでこう入れてる。こうなってないよ。段違いになってるね。よく覚えて、見ててこう、ここほら、上側こっちでしょ、下はこっち来てるから、な、段違いになってんだよ。だからここのところ、火打ち針打つときにさ、こっち側とほら、これは上からこう出たらさ、下から出てこなきゃいけないよ、両方に。だからここ重なっちゃうの、これ。ね、普通は、矢板は全て突き合わせでなきゃいけない、基本的には。バーンとぶつかってなきゃいけない。ところがこれは重なっちゃったの、ほら、上下。ね、だからコーナーの火打ち針だけは、これは重ねになるわけね。重ねる。これよく知るんだよ。重ねる。それ以外のところは全てバーンとほら、ここ突き当たってんだよ、こうやって。これはダーンとね。切り張りと腹起こしは直角にバーンとぶつかってるね。だから普通のところ、このコーナーの火打ち張りはそうだよ。この、ここの火打ち張りもバーンと両方ともほら、ぶつかってんだよ、こうやってね。これ突き合わせになってる。だから他のところはみんな突き合わせる。ではですね、重ね合わせているところだな。この重ね合わせているところだけが、要するに、こう2段のような、なんて形になる。皮全部突き合わせて、ドンとこう来てるね。ということで、まあこういうの、これは、ここはシートパイルという。あと名前がね、岸、覚えてこないね。こっちがシートパイルとか、こう焼いたところだよな。そして、ここの、こういうに針がかかってる。これ、切り張りと。ね。でペラッとこれにくっついてる方を腹起こしとこう言うとね。でこれ斜めにくっついてるのは火打ち針で、ここだけは全部要するに付き合わせなんだけど、ここだけはコーナーだけは、これは重ね合わせになるよっていうところで、それからあと真ん中にこう打ってんな、中間支柱で、これはね、切り針の座骨を防止するために入れてるんだ。これ座骨を防止、あんまり長いとさ、タランと垂れちゃうからね。ここのところへ入れて、中間支持柱とか中間杭とかって言うんだけども、これは切り張りの座骨を防止するために入れてる。それからあとつなげてね、こういうところは溶接か、あるいは高力ボルトと思ってつないでいきますね、まあ、ということです。それから緊張させるためにこうジャッキ入れるんだよ。油圧のジャッキを入れて、バッとこう圧力をかけてね、そして安定させるような、これこういったようなジャッキ入れるというところもあります、ね。まあ、そういうような構造を、だからしっかり覚えてください。それからあともう一つの切り映え の、 大事なところで、こっち側ね、親食い横やだ。これはね、水がこう出てくるとか使えないんで、水が出てこない。普通 の、 建築なんかの4、5階建てのビルなんかで大体これで全部やるけども、土木の場合どっちかというと小屋だの方が多いよね、というようなことになります。でこっち側はですね、ここで同じ、これも一緒、重ねはコーナーは重ねですよ、重ねすぎてですよ、あとはでも付き合わせで、ここら一緒だね。ここの違うところはね、違うと、この横やで木の板だな。木の板だから、地下水だと水がだーっと入ってきちゃう。間から水がじゃあどっかでも入ってきちゃうかな。地下水だから。
で、こういう、これ水のない時に使う工法で、まあ、建築の仕事だと普通こんなものを使ってくると、こういうね。で、ここの構造どうなってるかというと、こうだな、ここのところは H 型工を打ち込んで、H 型工を打ち込んで、そしてこの間に板入れて、ね、こっちで土詰めんだ、ここからガーッと、後ろからこう土持ってきて、裏から、ちょっと余計面掘れてるからな、こうやって、ここまで掘れてるからさ。で、これ入れて、上から土を詰めていくんだ、この中にこう土詰めんだ、こっちがずっと。ね、詰めていって、どんどん、で、最後にこう、ここ抜き打って、ね、パッキングを入れて、しっかり止めたら抜き打って、これ止めると。まあ、そういう構造にこうなってるよ。ここのね、細かい構造はこうなってるよ。まあ、この辺を理解しておく。あとは、小枝で一緒ですね。これただ、これは地下水があるところでは使えないよということだな。以上でですね、土木一般の説明があることにいたしましょう。それではですね、専門土木の方に入っていきましょう。ね、専門土木ではですね、構造物、ね、それからまずは河川、堤防、ダムといった、まあ、こういったものの図解でやるわけですけども、まあ、こういった構造物とか河川とか堤防、ダム、こういったものはですね、言葉で書いてもよくわからないんですよね。まあ、そういうところだけを、まあ、結局ポイントとなるところだけを説明するわけで、全部構造物を説明するというわけではございません。ということでちょっと見ていきましょう。まず最初にですね、構造物ですけども、構造物のところで止めるのはですね、このボルト、抗力ボルトというので止めるんですね。ボルトで止める、抗力ボルトで止めると。で、抗力ボルトっていうのはこういった形をですね、ワッシャーというザバネですけども、これ2つ入ってるのを抗力ボルト、それに対してですね、ここのところはワッシャーが1個しかないですね。こういうのをですね、トルシア型抗力ボルトといって、ここにワッシャーが入ってない、両方ワッシャー入ってません、両方ともね、ここ入ってないですね。ということで、こういうところの違いが問題として出てくる。そしてここのですね、こういった抗力ボルトっていうのは、こうこのボルトの力で持つんじゃなくて、締め付け力で板を締め付けて力を伝えるというわけですが、ここの滑り係数ですね、これは 0.4 以上なきゃいけませんよと、まあ、ここは重要なポイントですよ。こうなるわけですね。で、滑り係数はここの摩擦係数のことですよと、こういうわけですね。ですから、ボルトのワッシャーを2つの抗力ボルト、こっち側はトルシア型と、これはつきますよと、この違いをちゃんと区別つけておこうね、ということです。で、じゃあ今度はですね、接合するのにもう一つはですね、溶接、ボルトと溶接ですね。で、溶接の仕方に2つありましてね、住み肉溶接っていうのと、それから付き合わせ溶接、あるいはグルーブ溶接とも言いますけども、その時にですね、隅っこにこうちょこっとつけてあげるという、まあ、そういうものを隅に行くようです。で、つくと、ここ三角形つくんですね。こうやって三角形、こういう記号です。ですから、ここにこういう三角形ついた。向こう側にもつける、こうやってこっち側にこうやってつけるときは、こう両側にこういうふうに三角形が2つこうなるので、こういうふうになるわけですね。これを隅に行く、三角形で表すのを隅に行くようです。構造的にはこうなってる。ね。それからもう一つはですね、付き合わせっていうのは、これとこれとドカーンと突き合わせると。で、この間に隙間が空けてある。この隙間のことをグルーブと、ね、溝のことをグルーブ。で、ここの形見てください。こうやってね、どんなにつながってるか、ほら K 型にこう空いてるわけです。こうやって、で、ここのところ、この形をこうやって示しますから、ここに K とこう書いてあるね。で、これを形は K 型ですよと、こういうふうに表現しますよって、なかなかね、説明したってわからないんですよ。だから図で見たら一発わかるな。だから、ここの形、溶接の記号は三角形が来たら隅に行く溶接、それからこの 形ですね、形型とか、あれこんなね、溝だけ空いてるだけ、というのはこうなってて、こうなってるだけ、こういうとこれ平行の2本だけ空いてる、ここ見たらですね、ここの形が分かると、まあ、そういうところを理解しておくということがポイントだな。はい、それから今度、溶接するときに、始めと、ね、溶接の始めとバーッとこう溶接していくんですけども、溶接の始めと終わりの部分にですね、血管が生じやすい。ということで、エンドタブという、エンドって端っこだな、タブっていうのはまあ補助品だな、ここつけて、こっから始めてね、で、これは最後、溶接終わったバーンと切っちゃう、ね、グラインダーでこう仕上げちゃう、まあそういった感じですね、接合するときに必ず、まあ、こう墨肉溶接もそうだ、ここで墨肉溶接をこうしていくときに、一番端っこのところにはエンドタブをつけて、溶接の血管を取り除くためにこれをつけてますよ、エンドタブってそういうもんだよということだな。はい、それから今度はですね、公共の場合ですね、ポイントはね、もう応力の状態、全部支点を支えて、応力をかからないようにして構造物というものは作ると。そしてその時に構造物というのは必ずですね、ここにはキャンバーと製作ソリというのなんだな、ここソリ、ちょっとここと違うでしょ、ちょっと高いとこ違うの方が。
で、こうやってこう少し反りが、大体反りついてるわけで、みんな行動が。すごい高くなったの、視点よりか。なぜかというと、自動車とか鉄道が通った時にちょうどぴったり、水平になるように反りがついてる。だから、反りは通ってないとか外から見たらこうなってるんだ。だから電車が通ったらピタッとまっすぐこの水平線になる。この後、閉鎖キャンバー、反りと。これが非常に難しい。これをちゃんとやるのが、道具の技術的なことの問題になってくるわけね。ということで、これ反りというものは、毛力の状態で一応反りを作っておいて、そして作るんだという、ね、そういうところを理解しておこう。あとポイントはね、これやるときにね、ボルトナの 30% 以上、ね、それからボルトの、およびドリフトピンとの穴を 30% 以上詰めてあげると、仮説を取って仮組み立てするときはね、まあ、そういうことですよ。だから反りというのはそういう、荷重が通ったときにぴったり下がるようになっている。で、そのために荷重が乗ってないときは、少し上に上げるな、キャンバーをつける、こういうことですね。これは難しいですよということですね。はい、それから今度、橋の作り方ですけども、こういったように、ここね、橋をこう続けて作って、こういうのをね、弁に取ってる。だこうやって移動式クレーンを持ってきてね、どんどんこう積み重ねていって、ここで、だこういう反りつけとかね、キャンバーつけとかね、つけといて、こことここを溶接をこうやってするわけ。ボルトをやったり溶接やったりするわけね。こうやって作っていくの、弁当式というね。図面見なきゃ分かんない。弁当式なんて書いてもね、弁当ってこう支柱だ、支柱立ててステージングをしてこうやっていくとね、いいことだな。それから今度ね、港のね、非常に大きな河川だとか、一発でもう全部のやつね、こう何千トンというような大きい荷重、大きい橋をいっぺんでボーンと置いちゃおうと、要するに仮組み立てやったやつを持ってきても、それに両方の船でクレーンで下ろしちゃおうと、こういうのをね、フローティングクレーン、浮いてんなこれ、フローティング、台船乗っかってるか、フローティングクレーンとか、大きな橋ですな、ね、要するに、利根川とかさ、淀川とかさ、大きい橋の川なんだけど、一本大体こう一発でかけちゃう。そうしないと交通の船も、交通も出てくるからね。一発でかける。これをフローティングクレーンといって、フローティング工法ということで、一発で大きい橋をかけると。これはフローティングクレーンだな、大ブロックだな。それからもう一つですね、山なんか行くと、非常に渓谷、谷こうね、もう人が入れない。そういう時はここにタワーを立ててね、タワーを立てて、そしてこういったようなケーブルクレーンでもってこう釣ってやっていきましょう。まあこういうことね。こういう方法、これはシャトリの方で、まあもう一つの方法って、ここにケーブルクレーンにこうやって実際こうかけてね、まあこういうのもありますけども、2つありますけども、基本的にはケーブルクレーン、要するに山間部の渓谷の深いところの中にこれを使うわけです。まあそういうイメージをちゃんと作ってくださいね。それからもう一つはですね、これはトラベルクレーンで連続トラス。連続トラス。ね、こういう時はね、橋桁組まれて順番にここにですね、トラベラー、ここにレール引くんだ。ここ上限台のレールを引いて、この上にここで組み立てたら、釣ってこうと思って、一個ずつ、ここで一個ずつ、ね、こう、部材こうあるから、ここはこう、じゃあ今度はこうくっつけようってんで、例えばこうくっつけてからな。これ順番、橋から順番にやってるのよ。まあ、片持ち、だから片持ち、片一方からこう来てるからね。尻仮説というね、普通は連続トラス、トラベラークレーン使ってやっていきます。だからこの連続ね、試験ではだからこれとこれがちゃんとくっついてないといけないということだな。それからあとはですね、まあ、こういった手延べ機といって、もうすでに出来上がったやつを、こう出来上がった構造物をこういうふうなもんで、クレーンで打ってこっち引き出すという、まあ、そのローラーをつけて引き出すというやつ。こっち側のもう一つは弁、台だな、弁と。支柱を立てて、これを引っ張り出す。出来上がった構造物を引き出すというやつな。これを手延べ機であるのか、移動弁当であるのか、どっちかで迷っている。出来上がった構造物を引き出す形ですね。こういう形です。引き出す形。それから今度はですね、いよいよ河川の方にやっていきます。で、河川の方の構造物はですね、試験で出るのはまずここですね。ほとんどはここの部分です。この部分が試験に出ます。全体しかし知っておかないといけないんで、で河川というのは上流から下流を見る。上流から下流を見て右側を右岸と言ってね、上流から下流を見て左側を左岸と言ってますよとね、そう言います。それからもう一つは堤防のこれ端から端までね、こっからここまで堤防にか、要するに河川に関わる区間、これをまあ一般に堤外地と呼んでます。でそれに対して住宅は建ってる側を堤内地という、堤内地ね、堤内地というのは住宅が建ってる側が、これはね、これは河川の領域、堤外地というのはね、堤内地というのは住宅の領域、まあ、こういうふうにまず区別を覚えてくださいね。そして、
ここのところはですね、ここの低水路というのはここの部分が一番ポイントになっている。で、言葉としてはですね、こういうの低水路護岸といったここね。だから天馬保護港ってここだ。天馬保護港。な、低水路護岸でここだ。こういうことだ。ここのところとここのところが大体試験に出てくるよというポイントだな。それから堤防はですね、注意しておかなきゃいけないのは、堤防ってこうなってるんだな。ここに水がある。洪水が来る。そうするとここから水が入ってくる。堤防にね。そしたら最終的にこっちに抜けたらバーンと堤防崩れるわけだ。そうするとこっち側はどうしたらいいかというと、粘土だとか水の通りにくいもん。これ遮水シートとか貼ってさ、ね、練り張りってこうずっと貼って水が入ってこないようにしてるわけだ。だって水入っちゃった場合、入っちゃう場合、入ってこうじっと当たるのに柔らかくなってさ、こっち側 裏から崩れてきちゃう。だからどうするかというと、堤防の基本的な考え方、半分からこっちは水を通さない。遮水性、水を通さない、ね、遮水するわけだ。あ、こっち側は通水、水を通すんだ。要するにこっちが粘土、まあ具体的にはこっちが粘土でこっちが砂ってわけだな。こういう構造になって、でこの言葉で出てくるのはここ浸潤線ね。入った水のこういう水の水位の高さをこう示してるわけだな。こうやってなってる。こうやってこれがこの浸潤線の線がこっからこういうふうに出たら、こっから堤防が決壊するんだよね。だからこう浸潤線がこう地下に入れてあげない、これ自分より下にいる。これがこの方法によって堤防が守られてるわけだな。ということで、こっち側は粘土、こっち側は透水性を高めるために砂ということで、ちょっと違うの。同じ道路とちょっと違うんだよ。こういうところの理念が必要だよ。その言葉として浸潤線、この浸潤線がこっち側の堤防に出ないようにこう下げるようにする、まあ、そのためにはどうしたらいいかというと、こういったように砂のフィルターを設けるような、そういう構造で水を早く沈めて地下を落としていけると、まあ、こういう構造になっていると、これ理解してくださいね、はい。で、試験に出る、よく試験に出るところはここ、これね、天馬保護港ね、天馬保護港とここね、のり復興だな。そして基本的にはこういった基礎があって、矢板を打って糊止め工、要するに基礎工を打って、でその前に根固め工といって、ここが潜屈されないように根固めというブロックを入れます。で、この時注意しないというのは屈倒性。この間をくっつけちゃいけないんです。必ずこの間は自由に動けるような砕石なんかを詰めとくだけ。だからこれがずっと流されても一緒がない。これ守れたらいいわけだ。でこれは根固め工っていうのは、これ守るためにあるわけだ。これと流れて移動してもいいということで、これとこれの間にこれがよく、最もよく試験だよ、これな。3回に1回出てくる。屈倒性ってんだから、根固め工と基礎工とは、糊止め工ともいいんですけども、この間は必ず円を切っておかなくちゃ。円を切る。屈倒性を持たなきゃいけないと。こういうことですね。まあ、こういう構造になっていることを理解してください。こういうことですね。ポイントはだからそういうことです。それから今度はですね、今度はもっと上流側に行ってね、行きます。だいたい構造的に見るとね、こう山があるでしょ。こう山がこうあると、こうあるとこうなってくる。そうすると一番これ高いところね、雨降ったらこう一番高いところ、こういうところで町がこの辺にこうあるとすれば、こうなってると、ここの一番高いところ雨降ってくると土砂がすごい量流れる。だからこれでまあ土砂を溜めなきゃいけない。そうしないと土砂が流れてきちゃうからね、川底が上がっちゃうから、これ溜めちゃう、ここで。そういうのを砂防堰堤、砂を防ぐ堰堤となってるんだな。でその構造がこう砂防堰堤が、だからこういうところになってくると、全体山がこうなってくると、高いところに砂防堰堤というのをこしらえて、ある程度砂を溜めて流れないようにすると。そしてその下に、もう一つに床固め工、これの友達みたいな、小さい子供みたいなのをこう作って、でこう流していく。だからこう砂を少しずつこう溜めて、これのけるようにするわけだな。そしてこの下にかくると、今度堤防。堤防ってここだな。そして住宅なんかが流れて、海へ流れていくということで、ここの砂防ダムとかいうのはここのところだな。で要するに地滑りが起こる、大体この辺で起こるわけだ、基本的にはね、まあ、高速道路、山のところ、斜面なんかもありますけども、基本的にはこういうところで、地滑りを起こさないようにするということで、こういう構造はどうして、この辺の山から川を守るためにどうしたらいいか、川を守るためにまずここを作んなきゃいけないというのがこの堰堤だな。ということで、川の上流側を守るためにどうするかというのが、この砂防堰堤の役目だな。そうするとどういう構造になってるかというと、これが堰堤ってここだな。ここ水通してなって、これがね堰堤って、要するにまあダムだな、ダムだね、それは堰堤って名前で言うね。
そして作り方はね、どうなってるかというと、これがここのところ前提をここから水ドーンと流れてくるんだ。滝になるからここな。そしたらここ守らないと、もう先駆としてはここはここまた壊れちゃう。だからここで、ね、あのやるために復縁堤とここにね、あのプールこしらえんだ。復縁堤とこしらえてね、そして、ここにあの即席護板を打ってです、ね、プール作るんだよ。でここに下にあのコンクリート打つわけだ。水叩き込んでるのな。でここで水でダーンと落ちてきて、ここでプールと水と戦わせてエネルギーを吸収すると、まあ、そういう構造になってる。横から見たらこういうことになってるな。横から見るとここにこうなってて、これがほら砂防堰堤だ。でこれ復縁堤だ。復縁堤2番目だ。作る時は一番下までここ一番作るな。試験順番でここ試験はこれだけ。砂防堰堤をこしらえて、基礎の部分をこしらえて、復縁堤をこしらえてね、それから側壁を打ってね、側壁を打ってね、それから下にこう水叩きこう打ってあげると、まあ、こういう順番なんだ。だから1、2、3、4、5と一番最後の高いところですね、この、水通しの部分を打つと、まあ、こういう構造になってる、まあ、基本形はだからこれでやっていきますよということだな。でこれのですね、全体から見たらこうなってるんだな。前提方向、こういったように復縁堤とかさな、堰堤本体とか、それから側壁とか水台、これは砂防堰堤だな。で同じようなものをここへまたこしらえるの、こう同じような小さいと、これはだからこっち側は床固めてるんで、こっち側のところはですね、あの水通し、水通るとこ一緒だな。水通るとこ一緒、台形のとこ水通ってね、ここ水通し、ここ水通し、水にもかかってガタン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 と階段のようにして水を叩いて落としていくと、まあ、こういうふうにして水のエネルギーを吸収している構造、こういうのを渓流保全構というんだ。だからこの水の流れのエネルギーを吸収する装置、これが、渓流保全構と、まあ、全体的にはですね、砂防構と、まあ、こういうような言い方をするということだな。全体の構造分かったでしょ。でじゃあ先ほどの床固め構、砂防ダムと同じように、こちら側に床固めをこう入れてね、でこちら側に、ね、復縁堤というのは垂直壁というのかな、垂直壁の同じだ。側壁を打って水叩きですと同じで構造で、でここはもう最後なんで、段差の最後なんで、ここのところね、ここからほら低いんだけど水がってあと落ちてくるわけで、そのためにこっち側のところにステブロックで、この五小孔って、ここのそうしないとえぐれちゃうから、ここね、五小孔っていうのをここに入れますよと、まあ、そういう構造になってる。これは床固め構造だから、上流から来ると砂防堰堤があって床固めがあって、で後ずん流れていくと、こういう構造だな。でこういうところに今土砂を溜めたりするわけだな。はい、それからいきましょう。であとはね、地滑りね、今度山の方で地滑りが起こる。でそういう時対策どうするんだということだな。でそうするとまずはですね、どうするかというと、基本的にはですね、こういうふうな修正位という、これ修正位で、修水じゃない、修正位というんだな、修水堤をこう設けてね、そして、要するにこれこう、要するにこういったようなホール、穴だな、要するにそれを設けて、まあ、井戸みたいなもんだ、まあ、井戸大ですよね、一種の井戸、その井戸の中からこういうふうなボーリング、こうね、ここボーリングといっていっぱいこうやって、ここの辺の、水地滑り起こるから地滑りのところいっぱい打ってね、ここから水をこの修正にこう集めて、でそしてこのここのね、これ排水ボーリング、こういう順番にこうやってこっちに流していくと、まあ、こういうことによって滑る原因は水だから、水を排水する方法はこういったような方法でやりますよということだな。これを修水横ボーリングという方法だな。でもう一個あって、もう一つはね、排水トンネルを使う、ね、トンネルはこっち側、トンネルを掘っといて、ここから要するにバーッとほら、こういったね、修正横ボーリングをダーッと打っていって、ここ水でも集めて、ここから流した、そしたらこの地滑りを防止すると、まあ、こういう構造になっているというね、いうことです。では今度はダムですね、ダムね、で要するにこのそういったようなずっとできて、上がってきたところですね、最後のところでこうダムがこう来るね、ダムでこうピシッと水を止めると、あるいは水のここにダムを作った後、ダムを作った後、この水を利用して、あれ水を溜めておいて使うとか、治水するとか、そういうことのためにダムを作るわけだな。でその時にですね、ダムの作り方一番基本的なのはね、ブロック工法というね、ブロック工法。ブロック工法で、要するにダムをね、ブロックの形、こういうブロックでこしらえていくわけ、こうやって。
ね、何も1個、ここ打ちましたと、ね、次打ちましたと、こういうブロックごとにこうやってブロックの横になって積んで作っていくわけな。ブロックの横を積んで作っていくわけで、その時のこういうブロックを、一般的なやつはこういうダムの作り方、一般で言葉と出てくるのは、ね、ここにね、バンカーセンターで、言葉ちゃんと覚えない。で、これは、ここでコンクリートを練るんだよ、ね。ダムコンクリートをこう練るわけで、ワッチャープランテを練るわけ。練った、運ぶやつをこのトランスファーカー、運ぶやつをトランスファーカーと、この線のことをバンカーセンター。で、そしてここまで持ってきたら、このね、バケットを、ここで吊り下げてケーブルクレーンを使ってコンクリートをずっと運んでいって、それでずっと下ろしてて、ここを開けてここのコンクリートを打っていくと、まあこういう構造になってくるわけな。こうそういうのケーブルクレーンとバンカー線、トランスファーカー、バケット、バッチャープラント、まあこういう言葉がね、試験でよく出てくるんで、何を意味してるかね、こういう全体像を理解した上でやってる。だからこうやって運んできたとこ落としてブロックごとに作っていきますよと、まあ、こういうね方法。それからもう一つ、最近はね、どちらかというとこういう工法が増えてきてね、どちらかというと、こういうの RCD 工法、RCD ね、まあ、こういうの RCD 工法という工法が一般的です。それはどういうかというと、バッチャーブランドだな。で、これ非常に型練り、もう非常に硬い、土みたいなもんだ、硬いコンクリート、硬いコンクリートで、作っていくわけだ。で、こういうトランスファーカーというこういうのを使って、でここからですね、インクラインってここでずっと要するにエスカレーターで下ろしていくわけだな。そしてここでダンプトラックに積み込んで、ね、移動してダンプトラックでずっと運んでいって、荷下ろしをしたら、この振動ローラーでダーッと締め固め、振動ローラーね、コンクリート振動ローラーで締め固めるね、そして作っていく。でその目地のやり方はブロックみたいに十字に切ってないね、一本線だけこうやってレア層ごとにこう切っていく。ね、横だけしか継ぎ目がこうないわけですね。普通の段はね、縦継ぎ目と横継ぎ目、これブロック工法、ね、ブロック工法はどうかというと、縦と横両方がこうあるんで、ブロックで積んでいくんで、こっち側はね、レアだけで、ね、横継ぎ目だけしかない。だから横継ぎ目ごとにこう仕上げていくと、まあ、こういう構造だな。RCD 工法、全体で分かったかな。インクラインですね。このインクラインでもって、コンクリートを型練りの下ろして、いいですか、ここで、ダンプカーで運んで、ね。振動ローラーで締め替えて、こういうそのやり方をしっかり理解しておくということでね、ここのところはポイントとなってきます。では次行きましょう。で今度はですね、同じダムでも今までブロック式とか RCD 工法っていうのはコンクリートダムだったんだけども、こういったようなロックヒルダムというね、要するに土でもってダムをこしらえようと、こういうわけです。そうすると土で作るときはこうロックというね、岩だな、外側が岩でできてるな、ロックでできてる。で内部はどうなってるかというと、両外側はロックで、その中側のところはですね、どっちかというとフィルター台といって、砂でこう大体できてる、砂礫層でできてるな。で水を通さないのは、どこで水を通さないかというと、これをコアと言ってるんだな、粘土で作るわけで、粘土で作るためにこうやって、ここは粘土、ここは粘土だよ、水通さないんだ、ここから水が来るかな、こうずっと水がこれ浸透してここ止めちゃう、これ止めるのがここは粘土でもってやりますよとね、こういうわけだ。でこういったとこ水を通さないぞというところがあるわけだ。これ遮水ゾーンって言葉だな。遮水ゾーンにはブランケットグラウトといって、ここに非常に緻密な水を通さないような、要するにグラウトを打ってあげると、まあ、こういうことなんだから、ロックヒルダムはですね、外側が岩で、中が砂で、真ん中が要するに粘土で出来上がって、水を通さない構造になってて、そして、一般にこの遮水ゾーンって水通さないゾーン、そのところブランケット、これをしっかりと整備で、最後にここにですね、監査炉ってなって、ここで管理するようになってね、そこからですね、水を通さないカーテングラウトでずっとここへ、ここから降っていくとね、まあ、そういう構造が要するに土でできるロックヒルダムですよ。外が岩だな、まあ、そういう構造になっています。3層になったんだな、岩とね、フィルターと粘土質、こういう構造でもって出来上がる。まあ上は水が入ってこないな、アスファルトってね、道路の中になってる。それではですね、続いて今度は道路とね、鉄道と海岸、港湾、まあ、こういったところのトータル的なところを見ていきましょう。でここもですね、
まあ、基本的に図でないとわからないっていうところを説明してるだけね。何回、1回だけなら何回か見てくださいね。そうしないとよく理解できないところありますからね。はい、じゃあこれはね、道路。まず道路のところでアスファルト構造ね。どんな風になってるか見てみると、一番下は路体。これは盛り土と一般に言うとね。盛り土と言うんだよね。盛り土と言って一般にここのことを言ってます。盛り土をしますね。一辺が30センチで締め固めましょうなんてありましたよね。これなんかはこう盛り土のこと。でその上にですね、道路の場合は1メートルだけね、1メートル。これだけは路床というんだよ。1メートルだけを路床というんだよね。そしてその上に積むのを下層路盤って言ってる。で、上層路盤とこうなってるな。上層路盤。で、その上にですね、一般に基層というのをこしらえてね。これアスファルト混合物、基層とこしらえて。それから表層。まあ、構造的には、ね、下から行くと路体とか路床とかね、それから下層路盤、上層路盤、それから基層、表層と、まあ、こういうふうな。で、この間に、ね、つなぎ目にですね、まあ、接着剤を入れてあげなきゃいけないよということで、何を入れるかというと、この基層と、ね、上層の間にこういったプライムコートという要するに接着剤をここに入れてこれとこれとくっつけましょう。で基層と表層の間アスファルト混合物同士をくっつけるためにをタックコートで、だから一般に土の粒土とアスファルトを境のところにはプライムコート、アスファルト相互のところにはタックコートと、この区別をしっかりつけてますね。ここよく試験してます。だからタックコートというのはアスファルトとアスファルトをくっつける接着剤だと。でプライムコートというのは、素粒状のものとアスファルトをくっつける時の接着剤だ。だから必ずプライムコートは下に来るんだな、まあ、そういう構造になってるということですね、まあ、全体的にはこんな構造になってる。一般に舗装ってどっからだ、ここ舗装って言ったら ここのことを舗装というの、ここまでね、これは舗装、路床は舗装じゃないんでね、ということでこれは路床は路床だから大きく割って舗装と路床と路体と構造的にはこういう3つに分かれてると、こういう認識を持たないといけないと、これですね。はい、それから先ほど言ったですね、今度構造をこしらえるときにね、一般に土を切って足りないところは盛ると、ね、盛るとと切ると、まあ、こういう断面のところが一番構造的に弱いわけだ。だから試験はここ出るわけ、こういうところな。どういう構造になってるか知っとかなくちゃいけない。で切り戸をしてこっちへ盛り戸をすると、ここにここは盛っただけだと滑っちゃうんだ、バーッとこうやって。ここはだからどうするかというと、ここにほら段切りというのを設けてこうやって切って、こうやってからこう盛り戸するんだな。その時の切るところの高さはね、ここは、幅1メートル、高さ50センチ、まあ、これ以上のこういうこうやってやけていけなきゃいけませんよと、まあ、こういう構造になってるね。でここのところです、ここは一番弱いからな、つなぎ目のところは何だって。で境界の部分にはね、暗渠溝といって、地下排水溝とも申します。地下排水溝をここに設けなく、水がこうトロトロと昔が流れてくる、ここが流れてきた水を一回排除しちゃうと。そうしないとこっち入っちゃうからね、盛り土のところ。ということで地下排水溝とか暗渠溝とかというのをここに設けなきゃいけません。段切りをつけるな。でここのところにですね、すりつけ、砂を、良質と砂つけをここにね、だんだんにこう落ちていく。だからここのところすりつけをこうつけてあげる。まあ、こういうところがですね、ポイントですね。なぜかというと地滑りを防止するために、まあ、こういった段切りを設けたり、水を排水するために地下排水溝とか暗渠溝を設けなきゃいけない、まあ、こういう全体的、それからここから降ってくる、ここだな、こっちも地下排水溝、こうやって少し交換の間を排水しなきゃいけない、まあ、そしたらこっち来ちゃうからね、まあ、こういう構造になって、ここに、まあ、これ暗渠溝という場合、ここ地下排水溝という場合もありますね、それは試験の同じものを表すんですけども、試験によって、時によって変わって表現されているので注意しましょうということですね。さっき言ったプライムコート、プライムコートっていうのはですね、これはね、一般にはですね、上層路盤、こっち基層だな、こっちアスファルトで、こっちは土だな、土とアスファルトの接合体にはプライムコートだ。で今度は、だけど今度はですね、このここのところがですね、上層路盤が歴性安定処理したと、路盤、だからその時はですね、こっちがアスファルトになったんで。こっち側が土なんで、土とアスファルトをくっつけるところにはプライムコートをかけない。だからこういうところにかけない。というかかける位置がですね、プライムコートは必ず土とアスファルトの境目にかけるということをちゃんと覚えておいて、それがそうしないとかける位置がね、下層路盤の下に上にかけたとか、上層路盤の上にかけたという、両方とも正しいんだよ。だからそれは上によって変わってくる。アスファルトと土をくっつけるのがプライムコートなんだ。
な、タックコートっていうのはアスファルトとアスファルトの接着剤なんだよ。そういう違いを明確にしとかなくちゃいけないよ。それからいよいよですね、舗装のですね、アスファルトの、構造の設計、要するにアスファルト量を決めるというのはですね、これマーシャル安定度試験で、こういう試験やるんだ。マーシャル安定度を強子体こしらえといて、アスファルトの強子体こしらえといて、ギュッと押すんだよ、な。押したらですね、これ変形量、フローチって変形量、変形量と、それから先端強さ、安定度ってところね、安定度。だから先端、僕は先端、これ先端強さのギュッと押すからな、先端強さと変形量と強度、まあ、この2つをね、測って、でこれから、舗装のアスファルト量を、まあ、決定していきますよと、まあ、こういうことね。こういう試験をマーシャル安定度試験、安定度ってだから先端強度のことだな。そういう試験をやりますよと、こういうこと。言葉は安定度と言うと覚えてくださいね。あとは出ません、この歪みリングとかそういうものね。だからポイントとしてはこれはアスファルト量を決定するために行うのをマーシャル安定度試験と言うとね。はい、それから今度はダンプの施工するときだな。ダンプはですね、まずダンプがあってね。でこういうアスファルトフィニッシャーでこうダンプは止まったんでニュートラルにしてるんだ、あれをね、ギアをね。そしてこれプッシュローラーでこう押していくんだ、ダーッとこう押していって、そしたら自動的にこうダーッと落ちてくる。そしたらホッパーってね、このアスファルト受けるホッパー、ここからダーッとアスファルト入ってくるね、これ受けるホッパーだ、こういう試験でやるのホッパーね。でホッパーの次はですね、バーフィーダーってこれだね。こういったようなベルトコンベアみたいなのがあって、でこれここで順番に送られる。だからバーフィーダーでホッパーに下ろして、バーフィーダーで行って、そしてスクリュースプレーダーってあるんだ、これね、スクリュースプレーダーこうやって回って、これぐるぐるっと平滑にこう仕上げる。そしてスクリードね、でこうやってダーッと押して、でこうやってシックネスコントローラー、要するに引き鳴らした圧を決定するコントロール、でこれでもってバーッと振動してコーナーをこう作っていくと、まあ、ポイントはですね、ホッパーに下ろしてね、バーフィーダーで動かして、スクリュースプレッダーで広げて、スクリードで転圧すると、で圧さをこうシックネスコントローラーでコントロール、そういうことによって引き鳴らしが行われる。そして初転圧、二次転圧、仕上げ転圧と、こういう順番に来るわけだな、まあ、そういう構造になってるという全体的なイメージを理解しておく。だからこれが分かると、大体構造全体がアスファルト舗装の構造が、アスファルト舗装って 98% ぐらいはもう全部アスファルトだ、日本はな。今新しくコンクリート今一生懸命やってますけども、基本的にはアスファルトで試験出てくると、こういうことだな。それから継ぎ目、何でも継ぎ目は大事だな。継ぎ目はですね、横継ぎ目、これ上から見た目ね、こう舗装だな、アスファルト舗装。そして表層と基層の継ぎ目はどうなってるかというね、こう継ぎ目をこう重ねちゃいけないんだ。だからこれはだいたい横継ぎ目で1メートルぐらい開けてください。この間ね、表層と基層の継ぎ目の箇所を1メートルずらしなさいと。そうしないと一番弱いとこ、ヒペアリアスが入ってきちゃうわけです。だから縦の方向、こっちの方向だな、縦方向、これの方向はだからこうやって見ると、15センチね、お互いに基層ごとに千鳥で打ちなさいとね、15センチ、縦継ぎ目は15センチ、横継ぎ目は1メートルね、まあ、こういう感覚を覚えてくださいということですね。これ継ぎ目の問題。じゃあ今度はコンクリート舗装。コンクリート舗装はね、あまり試験には出ないんですけども、試験は出るんですけども、そんな数は出ないということですね。で、どうやってやるかというと、一般にですね、路盤工を終了させた。そしたら一般にアスファルト中間層というものを、まあ、アスファルト同じな、あれの同じ工法でもって、アスファルト中間層をやって、そして今度は、ね、下層のコンクリートです。その上に、中間層の上に下層のコンクリート。そして、一般にこのアッセンブリという、要するに、つなぎ目のところでね、鉄筋入れるわけですね。そして、こういったような鉄網をですね、この中に引いていく。そしてその鉄網の上に上層のコンクリートを打って、そしてアスファルト、コンクリートフィニッシャーでずっと締め固めて、これを仕上げていくね、そして、次にですね、平坦仕上げと、表面で機械によって平坦にこう仕上げていくとね、平坦仕上げです。そして素面仕上げと、まあ、こういうふうな粗仕上げが終わって、ね、平坦仕上げて素面、これは滑りケースを持たなきゃいけないからな、これは打ちっぱなしで平坦になってたんで、車が雨降ったらずっと滑っていっちゃうから、必ずだから一定の粗さを持たなきゃいけない、ね、そういう仕上げをしなきゃいけませんよ。で、一般試験で出てくるのは、ね、粗仕上げ、平坦仕上げ、素面仕上げと、この3つの順番の方が別になってる。粗仕上げが一番最後だと、ここがポイントだな。よく試験でこれ入れ替わってるわけな、なってる。で、養生の仕方はね、初期養生というのと、
それから後期養生ね、大体これは1日ぐらいだけども、このところ三角屋根でね、風が当たって水分が蒸発してひび割れないようにするために三角屋根、まあ、こういうのを使って火が当たらないようにすると、ね、風が当たらないようにすると。そして、1日ぐらい養生させた後、今度は水かけてね、あるいは散歩をしてね、そういったものをかけて、そしてこうやって養生する、後期養生するね、そして、まあ、目地を作って、それから検査して供養、自動車通します。まあ、こういう流れといって、ポイントはアスファルト中間層の上に下層を打って、それから鉄網を置いて上層を打って、荒仕上げ、平坦仕上げ、素面仕上げと順番で、養生は初期養生と後期養生になるよと、そして交通開放すると、まあ、こういう順番を整理しておかないと、どこの部分が資金出てるのか分かんないね。ということで、この部分、どこの部分が資金出るかって、こういうところを考えながらやっていくと。これはほどかな。で、今度は鉄道だ。鉄道はどういうことがあるかというと、鉄道はまっすぐだったらこうなってないよ。斜めになってないよな。これはカーブだよ。カーブ。一番弱いのだからカーブだ。で、試験でもだからカーブのところが出るわけね。で、カーブって言ったら、電車はね、カーブしてるとさ、外に振られちゃうじゃない。だから、振られないようにするために、内側に傾けてあるんだよ。遠心力と戦うためにね。で、そのためにですね、どうするかというと、外側のレールを高くしないとさ、傾かない電車が。で、その外側のレールを高くするのを関とってんだよ。こう関と。だからここに、内側に比べて高くするんだよ。関と。列車はさ、硬い直線だから、これ曲がってるものに対して直線をこう走っていくわけだよ、貨車がな。そうすると、広げとかないと、車輪の間のさ、この車輪とこれ間隔が一定だったらさ、もう電車行き詰まっちゃうわけだから、少し広げとかない、カーブのところを。ね。どれぐらい広げんだというと、これは曲線半径によって違うんだけども、この広げる量をスラックって、内側のレールを下げてっていうこと、見たがなんか点線になって、内側のレールを内側に下げて間隔を広げる。普通はこの間隔なんだけど、カーブのところを来たらこうやって下げて広く間隔を取っておかないと電車は実は通れないよというので、専門ではこっちを高くするのを関と、幅を広げるのをスラックというと、まあ、こういう構造を理解しておくというわけだな。それからあとは建築限界ってなって、例えばトンネルだとか橋だとかで、そういう時は橋とかトンネル作る時は電車道においては必ず入っちゃいけないところ、これは建築限界だな。こういうところは絶対橋があってもこれ以上下げちゃいけない、どんなことがあってもここまでしか構造入っちゃいけないよね。トンネルでもそうだな。トンネルは必ずこれに、まあ、これにちょっと湯だけ取ってこういう形でトンネルを掘られてるな。必ずこれよりも高くなってね、これは建築限界。でその内側に車両限界、だから鉄道を作る方の人たちはこの限界を超えて外側に絶対越えちゃいけない、どんなことはデザイン上どうであろうとこれを越えちゃいけないというのは車両限界で、これ試験で言うのは車両限界が内側で建築が外なんだよ。これが逆に書いてある場合よく試験注意しないといけないな、まあ、そういうところを考えてください。これは新幹線でも在来線でも同じことですからね。それからね、鉄道のところではですね、路盤こしらえるわけですけども、これは流度調整採石、要するに流度の調整によって作るものと、要するにスラッグ、高炉スラッグを使っている2つの、まあ、種類が、まあ、ある場合あるんでね。そうすると、まあ、こういうの、こういう時に問題はどこかというと、高炉スラッグを作ったらほとんどこれはどちらかというと強度が非常に高いんです、こっち側ね。こういう時は大体これタックコートを使っていいね。こっち見たらこれプライムコートを使って、こういう違いを試験でるんだな。それからあと勾配 3%、 こういった時にロバンとか路障の勾配は必ず 3%、 これが一番試験だよね。これはもう2年に1回ぐらい必ず出てるんで、これは 3% ね。道路の場合だと3から 5% な、まあ、そういうところでところを中、こっち側鉄道の場合は大体 3% ということになるんで、こっちは多いところ。あともう一個ね、こっち側はね盛り土なんだ。盛り土、こっち盛り土でしょ。こっち側は切り土なんですよね。素地とか切りとか別に切り土のことだ、こっちな。でこの場合はね、ポイントは切り土をした時は排水槽を鉄道を設けなきゃ、排水槽、ほら切り土排水槽になってでしょ。排水槽を必ず、だ切り土したら必ず排水槽、砂の層を設けなきゃいけない。で盛り土した時はそのままでいい、こういう違いだな。こういうところが試験出るんだよ、わかる。ということで切り土と盛り土ではですね、切り土には排水槽、それから
スラッグにはタックコート、ね、流動採石にはプライムコート、こういう違いをしっかり数値を覚える、まあ、これが非常に、重要なところですな。それからあと工事するときにさ、いろいろあるじゃないですか。これはね、ここのね、こういうところですね、ここの要するに、糊のところね、このここから5メートルな、ここから5メートルね、ここ糊のところから5メートルで、ここの斜面のところをですね、この糊方のここの部分はもう入らない、ここは糊、ここの糊方から5メートル、この糊方から5メートルね、この区域で影響のある作業をするときは、なんていうかというと、営業線近接工事、電車の営業線だな、営業線近接工事って、工事するときは、例えばこういうわけだな、川とこの範囲の営業がこう回ったりしたら影響出てくるぞと、まあ、こういうときには営業線近接工事といって、電車が通りそうなときには、通る予定のときには、工事をストップして止めなさいとか、そういう制限がある、まあ、そういう営業線の工事についての留意点、まあ、こういうところ、どこの工事のこと言ってんだ、どこの意外と書いてないぞ、このどこに書いて、どこを工事のことを営業線近接工事、これ乗り方から5メートル、この範囲内を言って乗り方から5メートルということをちゃんと覚えてる。この数値はあまり試験出ません。だけど、どの範囲のことを言ってるかでイメージするときだよ。こういうイメージを持ってください。乗り方から5メートルね、ということですよ。はい。では今度、いよいよ今度はですね、港湾の方に行きます。港湾ね、あ、これ海岸の方だな。こっちは海岸だ。海岸。海岸の方に来ると、海岸と港湾で違うかな。海岸というのは海の、要するに沿線と日本全国周り全部、港湾というのは港、船の着くところだけの問題だからね、まあ、構造的にはよく似てるんだけども、その時には日本の国土を守るための構造ってこういうわけだな。その時に海から守るためにこの傾斜堤ってのがこれ一番、これ45度以下だな、45度以上だな、ここ45度だな、1割以上って言うんだよ。 1割って何かというと、こっちが必ず1なんだよ。これが1だったらこれ1割、これだったら1で、こっち横だったらこれ3割って言うんだよな、3割、そういう構造なんだ。で、一般にはこれがまあ一番よく、これとこれよく試験ですね。まあ、こういう構造になってる。海岸の場合はこれとこれで日本の場合大体できてある。まあ、たまにはこういうね、根性点で、これ大体ね、どちらかというと海岸というよりかこっち側は、港湾の方にこの形でよく使われてくる。まあ、基本的にはこの2つがよく出てくる。こういうことですね。で、ちょっと見ていきましょう。そうすると、さっき言ったような、傾斜堤だな。こう傾斜堤45度。以上のやつだな、それ以下の今以上っていうか、ここの勾配が45度いるやつだな、まあ、こういうやつについてはね、よく似てんのほらね、ここに焼板を打って基礎工があって根固め工、河川と一緒でしょ、ほらで、これと違うところはここ波返し工、波が来るから、川は波来ない、あんまり来ないけどね、波返し工パラペットだな、こういうのをつけるとね、こういうと、だからここのところは根固め工の上にさらにこれは表のに皮膚工事、それから昭和工、波消さなきゃいけないから、海岸だからな、昭和工です。だから河川のあれと違っているのは根固め工、この辺全部一緒なんだけど、みんな一緒なんだけど、ここはね、これここは昭和工があると、要するに テドラポットだな、テドラポットをここに入れておく。で、ここのところ表のり皮膚工って名前がちょっと変わってるとね、表のり皮膚工、これで裏のり皮膚工ですね、で、ここは天場。皮膚工と、まあ、こういうふうに言う構造的にはこれよく名前がよく試験できるね。ね、特に河川と違うのはこの昭和工、波が来るので、このねパラペット、波返し工と昭和工、このブロックはこう2つ、あっちこれのところはちょっと違うのよく試験できる、この2つかね。それからさっき言った関係者って言ったの、これ一段よりか勾配の3割以上で緩いやったな。で、ここのところはね、根固め工はそれほどいらないんだ、これ簡単でしょ、これ勾配が緩いからさ、別に停滞を支える必要ないよ、ね、自分さえ壊れなきゃいいよというね、根固め工は非常にもう簡単な動石なんかを単に並べておくだけでいいですよ、これ乗り尻のところは非常に簡単でいいと、ね、基礎も何もいらない、ただ注意しないとここだ、普通勾配はですね、ここは波に上がってきて、上がってきたやつをこっちへ戻さないで、ここが上がってきたら勾配はこっちへつく、勾配はこっちへ陸側に入れると、これよく茂ってくるんだよ、ね、ここの勾配、書いてある勾配、こっち側へこう水をここまで上がる、これはこっちに変えるけど、ここから上へ上がってきた水をこっちへ、ここのここへ落として排水する、ここで分岐点になってる、こういうところが試験のポイント。それからあとはこの水出し防止だ、これね、
水が変わってきて水、ここ現れちゃうので、まあ、裏込み口は 0.5 メートルぐらいしますよと、まあ、この辺りはよく死んでる、ね、まあ、こういった構造的にはこういうこと でこれはほら自然に近いじゃないですか、ね、ガーンとなってなくて近人間が近づける、まあ、最近はだからこういう感じで自然との融和ということでこういう構造が増えてきてると試験が出てきて回数増えてきてるね。それからあとね、浜辺がさ、ね、海水浴場どんどん砂取られちゃう、今な。沿岸流でもって砂持っていかれちゃう。でそれを止めるのが離岸堤ってのね、だいたいこの陸地からね、5メートルぐらいのところにこういったりテトラポットでこう組むんだ。そしてこう砂が流れる、こう砂の流れるところがこうある。そしてこう流れてくると砂が入ってきて速度が遅くなって砂が降りて水だけがこっちからこう抜けていくと。でこう砂だけを置いてたまると、ね、これトンボロっていうのかな、トンボロ、砂の堆積を受けて海水浴場なんか守ったりするのこれを離岸堤とこういうようなで、この作り方だけどもこっち側から、ね、水がだいたい川がこう流れてきたらこっちを下手ってこっち上手って、ね、でこっちが上手ってだいたい何かというと川がだいたいあるんだよな、こう川が砂運んでくる。そしたらこの川の砂がこうずっと流れてくる、ね、その川のだから流れに対して下手で工事するときどっちするかっていうのが資源で、どっち離岸堤ってほら飛び飛びで作るからだ、どっちから作るのって問題、それこう下から作るときは下からこう順番に作っていきなさい、なこう下から順番にこう作っていきなさい、下手から上流に向かって離岸堤を作れば砂をちゃんと貯められますよと、まあ、こういうようなことな、離岸堤ってのはそういうもんだ。はい、それから今度はですね、港湾の港の方にここから入っていきますね、港、要するに船をつけて守ったり、ね、波を高さを低くしたりする、要するに港、港湾だな。でその形にはセルラーブロックってブロックでこう積んでいくものとか、こういったようなブロックで囲ったものとか、それからケーソンを使うものとか、ね、捨て石だけ、もう要するに石捨てて山作ると、まあ、それだけとか、まあ、そういったような形があります。ねでそのうち代表的なものとして外側、ね、要するに港の外側に一番最前線のところはどうするかっていう問題だな。それは大体これケーソンが一般に多いんだよな。これは内側だよ、こっち側も外側だ、まあ、構造的にはこうなってる。そうするとここにですね、まず一番最初にステーシでもってこうやってここまずこう作るんだ、こうずっとステーシをこうこちらにこうずっとな、ステーシをこうこちらにでこちらな、そしてここのところでね、ここのことを本鳴らしてこの区間の仕上げのことを本鳴らしてるね、本鳴らしと荒鳴らしって違うと思うんじゃなくて、ここの表面を本鳴らしといって、この斜面の荒鳴らしと名前が違うの覚えておいて、ね、斜面の仕上げを荒鳴らし、表面のところを本鳴らしというと、こういうわけだな、それからあとですね、ここは一緒だな、根固めの石をこう入れたりとかね、こうブロックを入れたりする。それからあとここね、ケーソン、一番試験でいくのはここだよ、ケーソン、ね、ケーソンの中にはこういうね、中詰めを入れて、蓋コンクリートをして、そしてこの上にですね、上部コンクリートを打つと、まあ、水がだからこの辺にこうなってるわけな、まあ、水はこういうふうになってる、まあ、こういう構造になってるわけな。でここのところの工事が大体よく試験、じゃあ次見てみような。そうするとそのケーソンのまあ施工の仕方で、例えば沈接といって下に水を空っぽのやつをコンクリート運んでいくんだよ最初な。そしてそれを沈めてこういうところにね、浮いてる空のやつをこうなってるやつをさ、こうねマウンドって言うんだけど、さっき言ったステーションのところここを下ろすわけだな。下ろす時にこうやってどうやって入れるかって入れる時、あんまり片一方だけに水入れすぎると傾いちゃって、ね、こうなっちゃうからね。だからここの水位差は、まあ、一般のこうね、連通口みたいになってる、水がどっちでも行けるようになってるのかな、実際は。で、これは1メートル以上水が離れちゃいけないよと、そうしないと傾いちゃうから、こいつがな、1メートル。それから砂を入れていくと、要するに落ち着いてね、要するに下へ全部落ち着いて、下へもう落ちちゃったと、な、ケーソンも下へ落ちたと、しっかり据え付けられたと。今度砂、中砂入れていくんだから、な、中砂さえ入れていく。この時の順番は 1.6 メートル、あんまり差をつけちゃうと、これ、滑り出していっちゃうからな。海だとね、海の中だからな。ということで注意しちゃう。この 1.6 メートル、これをよく試験する。ね。ケーソン注水時と、それから中砂さを入れる時の、この間に
圧力差をかけちゃいけないよと、まあ、こういう、まあ、本当は均等に仕上げていけば何の問題もないけど、まあ、少なくともこういう都合でこうなるんです、少なくともこういうふうにしなさいよと、ね、こういうところがポイントだな。それからあとですね、あの鉱板を掘っていく、ね、砂がやっぱり溜まるからね、まあ、そういうのをいっぱい多くはこのポンプ洗浄工を使ってあのやっていきますよ、ね、言うて注意するときはね、こうスパッと止める、船を止める、ね、この感覚はあんまりね、あの狭くしすぎるともう時間かかってしょうがない、内側に時間かかるからね、こうやってスイングアンカーって、両側にこう貼るんだけども、あとスパッとで船止めて、でこの掘れる範囲を決めてこうやって、このラダーをかけてずっとここからずーっと掘って、順番にその範囲内だけをこう動かすわけで、ラダーをな、ラダーシャーでもってこう全体をこう動かしてやっていくと、でここ止め込んだ砂をここでポンプで持って、これ排砂管かな、ここをこう持ってぐずっと、で実際上フロート管でどんどん乗って、そして、まあ、陸へ上げたり、あるいは海へ埋め立ての方を使ったりとかいうふうにするわけな、まあ、こういう構造になっているということを、まあ、理解したかなということね。浚渫だったな。で今度はですね、経線が、まあ、船つけないんだ、ここへな、こうやって船つける、こう船つける、その時のこの経線がな、船をつけるところです。で一般にこれは公営隊が使われるね、公営隊式経線が、で公営隊式で全体的な構造どうなってるかというと、まず施工するときはね、こういったような控え具、ここをまず施工するな、施工してそれから焼いた打つ、焼いた打つな、焼いた打つ、である程度こう埋め込んだら、今度はこういったような耐露と、ね、これをつけてね、ここはターンボクル、これはよってこう長さを調整するためにやるわけな、まあ、こういうのやって、でこういうのを取り付けると、そしてこれを全部埋め立て終わったら、これ全部埋め立て終わったら、今度は上部コンクリートを取って、ここに、コンクリート板を作って、まあ、船をこうついていく、まあ、こういう構造をしてますよということな、まあ、それのところを順番をちょっと見ておこうと、こういうことですね。だからここは一番最初に作って、2番目これ作って、埋め立てて、これやって、上へ打って、これ作って、これ打って、まあ、こういう順番があるから、試験でやると、こういうことですね。じゃあ今度はですね、専門土木の最後ですけども、今度はトンネルね、これ地下構造関係ですね、シールド、浄水、下水とね、ということで、専門土木の大体地下関係のもの、大体ここでまとまっていると、まあ、こういうわけですね。で見ていきましょう。そうしますと、まずトンネルですね、まあ、トンネルを掘削する工法にはですね、一発で全部やっちゃえっていうようなの前断面掘削、日本ではね、こういういい、これいい地盤でないとできないんだ、軟弱地盤いっぱいあるからできないんだ、ほとんど。もしやできるとすればですね、まあ、場所によってはいいところもあるので、そういう時はこう、ではですね、この 全断面掘削を、まあ、この場合はですね、一度にこう全部掘りますからね、そういう機械としてはこのトンネルボーリングマシン、まあ、一発でずーっと全部掘って、全部取り出してしまうと、これできちゃう。普通はそうはいかないんだね。で日本の場合は一般にこう地盤が弱いですから、ベンチカット工法と上だけ掘ってアーチ型を作ってから4面掘る方法ですね。もっと弱くなってくると、こういったような動向先進工法といって、まず最初に、ね、一部分だけ掘っていくと、ね、いうわけです。そういうやり方で、こういったようなこっち側もね、まあ、側壁で、これは中央とかね、まあ、そういういろんな名前がこうついてますけど、そういう掘り方がですね、こっち側先進動向方式っていうのは、こう僕の軟弱地盤はこういう風になってくるよと、こうやってね、普通はだから日本の場合はベンチカット工法で使われてくるね、ということです。まあこれなんかも大きい断面の時使うことありますけども、半分ずつね、半分ずつやるありますけども、まあこれは普通こういうやり方を、だから中野壁で、ね、中野壁分割工法という、まあ、名前だけですね。で基本的には一番多いのはこれね、やむを得ない場合はこっち側でやってくる、大体こう2つが多いようですね。で先ほどのですね、一般多いやつな、でこれいろんな工法あるんだな。ここにあるような一番のようなさ、定節動向、定節って一番、定節ってそこだに動向を作る、定節動向、これはね、地下水が非常に多いで、地下水排除する、地下水排除した方が効率がいい時には、軟弱地盤であっても地下水が多い時はここの一番を使う、水、こっちはな。側壁動向は超軟弱地盤、もう、持ちこたえない、どっから掘れいいんだという時には、これはこう2番からね、側壁動向って超軟弱、軟弱、軟弱の中でも超軟弱、超軟弱、まあ
他のもありますけどね、基本的には考え方としては超軟弱な場合こう地下水やるとき、あとはもう兄さんどちらでもいいです、敵どちらでもほとんど同じような感じです。で、まあ、多くはこっちですね、上側を作っていくからね、ここから掘ってアーチを作って下へ掘り下げて、で名前はドベラ、ここのドベラね、ここは上部断面、ここね、ドベラ、それから王勢、まあ、これ名前出てくるのでちょっと古めかしい名前ですけども、たまに出てきたので戸惑わないようにねということです。じゃあ今度はじゃあ具体的に作るときどうかと、掘削するときどうするんだろうな。掘削するときはね、まず先行してね、穴が開いたら次にですね、まあ、こういうロックボルトを打ったりとかね、吹き付けコンクリートしたりとか、これで、まあ、とにかく、掘って、そして、復興してね、まあ土砂も出す、ずり出し、だからまあこういったように掘って復興、ずり出して復興すると、まあ、こういう組み合わせになってるのは掘削の部分で、試験じゃない、ここだな、軟弱地盤の時どうするか、一般の時はこういう普通通りやればいいんだけど、軟弱地盤を掘削する時どうするかというと、まず掘ったらですね、一番最初に支保工はですね、一時吹き付けコンクリート、まず一時吹き付けるんです。だから今度は構成、これ組み立てるの、ほら構成支保工を次組み立てるのな。それからそれが終わったらもう一回今度二次吹き付け、その構成の支保工の上からもう一遍二次吹き付けをやるわけ。で最後にロックボルトを押し込むわけ。ロックボルトを押し込む。ということで、ここが試験の順番の重要なポイント。普通の工法はまあこういういいんだけど、そうでないときはこういったような一時吹き付け、ね、構成支保工を打って二次吹き付けをしてロックボルトが最後と、まあ、こういう構造で軟弱地盤の時のこういう順番はこういう順番でやりますよとね。まあ一般にこれナトム工法というふうに言うんです。で復興するというのがいいんだな。要するに片枠分でさ、コンクリートを打ち込むわけだからね、まあ、これを復興と呼んでると。でトンネルになるわけだな。でこれがさっき言ったナトム工法の構造的なんだな。これで防水シートね、掘ったらね、防水シートを掘って金網入れて、それから吹き付けだな、一時二時吹き付けて、入れて、それからロックボルトやると、まあこういう構造的な、それが復興すると、まあこういう全体的な構造をナトム工法と呼んでますよと。まあトンネルはだからこれが大体一般的に試験出てくるとで、ロックボルトに2つあってね、全面定着ね、全面定着方式、まあこれ一般使われてることだな。それに対して施工時どうしても緊急時打たなきゃいけないってあるんだよ。要するに危険な山は危険であると、まあこういうわけで、その時にマシボルトをやらなきゃいけない。でそういう時のやるのはこっちを摩擦定着方式といって、まあ、急激にパッと固められるような、そういう打ち込んですぐ圧力をかけてパッとロックボルトの数を増やす効果を一時的に持たせる。でも断面ができちゃえば別に怖くないんでね、まあ、そういうふうなこういう方一般にだからこれ使ってるね、これ全面、これはだから摩擦定着によってやっていく特別なボルトが存在するということだけ覚えておいてもらえるな。ロックボルトの打設の例としては、一般に天場保護工、天場保護する時にはこういうふうにやる。だからこの鏡、ここを保護するためにはこう斜めに打つ、この先をもっと守るためには先受けボルトというな。だからこの表面だけ守るのは鏡ボルトという、ボルトの位置によって名前がまっすぐ打ち上げるやつは、だからこっち側のはこういったようなボルト、天板のボルトですね。それから切り離すためのここを守るためのボルト、それからもっと先を守るためのボルト、先受けボルトね、ここだけを守るボルトは鏡のボルト、まあ、こういう名前が出てくるので、どこのボルトのことをどういう形を言ってるのかというのを理解しておかなくちゃいけない。それからこれはまあいいやな。要するにもう掘れたところへコンクリートが復興するだけだからな。ここの一番端のところ漏れないようにするのか、つまいたとかってね、ここのところをしっかり止めないとこいつ逃げちゃうからね、まあ、そういうことをするんだ。これはいいでしょ。だから今度はね、シールド関係ね、地下でもシールド関係ね、シールド関係で添加剤、でここにですね、送泥管といって、こっち側に添加剤加えて、まあ添加剤とセメントだとかそういったものだな、要するに分離剤だな、そういうものを要するに入れて水と一緒にこう送ったわけです。これ送泥管というのね、こっちが水入れて、でここのところでね、カッターチャンバーの中でガーッと回ってます、掘削してますから、
で、ドロドロになった後、ここからこうね、あの排泥管で上に上がって、排泥管が上に上がって、要するにシンクタンクを入れて、ドロを止めて、上水をまたこっち側に戻してあげると、こうな、こういう循環してんだ、こうな。で、これどんどんこう掘り進んでいくと、こういうのを泥水式シールドとね。で、この添加剤加えないやつ、こういうしないで、これ掘り出して土に行くやつを、これは土圧式とかって言うんだよな、土圧式と。一般だから、泥水式シールドは、だからこういうふうな添加剤を加えて、掘っていって、やって、土のために水だけをまたこっちに戻して、こうぐる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 やっていくと。こういうわけですね。で、まあ構造的にはですね、まあ地盤のいい場合はですね、人力でもってやるのね。これ開放型、ね。開放型。で、これで人間が掘ったり、機械が掘ったりする。ね、入ってある。で、ここは、ここの一番最初にあるのは、ここ、フェイスジャッキってね。で、これもう一つ、こっち側にあるですね、どこなんだ、シールドジャッキ。ね。これ、シールドジャッキ。ジャッキはですね、このフェイスと、それから、ここにシールドジャッキと、この2つに持って、コントロールしながらこう掘る。で、名前がですね、これ一番先端のこの部分、掘ってる部分、これ、フード部。で、ここにいろいろ管理している部分、これをガーダー、後ろをセグメントを打ったりして、ね、セグメント、そういったところ、テールのところで復興していく、ね、ここのところは調整して、ここのところは掘削すると、まあ、こういう3段階になる、これをまあシールド工法と、まあ、こういうふうな言い方をしていると、ね、いうことです。シールドというのはね、交換ということです、ね。交換で保護すると、こういうことです。それから開放型と、もう一つはシールド機能、これはもうさっき言った、要するにエレクター、名前ね。セグメントを組み立てる機械をエレクターというと、こういうエレクターと、ね。どうやって打ち込むかというと、下のところから順番に打っていって、最後にね、最後にセグメント、K セグメントですね。で、K セグメントが一番、ここだけほら、ちょっと狭くなってんだ。あとここの、要するにエレクターでもって、ガーンと押し上げる。ガーンと、ここへ。そしたらこれは、ぐわーっと引き締まって円になるわけだな。そこで小さい目にこう出来上がっていって、最後にギュッと押し込んで、全体が張って円形になるような。そういうの、これを最後の K セグメントというのね、最後にやるセグメント K で、これで延滞のこになると、まあ、こういうこうで、裏のところはですね、油圧ポンプでもって空洞部ですね、こういったようなモルタルを差し込んでピシャッと完全になるようにしてます。これは復興だな、まあ、そういうことになってます。それからあと浄水の方はね、今度は水道だ、水はどうするかというとダム、取水ダムだな、一般にダムとか河川から取って取水口と、ここは水入れて、そして、まあ、高いところでは空気弁をつけて低いところには泥化け弁をつけるとね、排泥弁をつけると、そして、ここに要するに、着水性に入ってるね着水性は水入ってる、ね、そして水をですね、きれいに沈殿、砂を沈殿させて、そして塩素を入れて、そして浄水として運んでいく、まあ、これが導水路、水を入れるときに構造をやって市民に運ぶための水までは浄化する。浄化先だ、それは先は施工しなきゃいけないんで、でその先の施工上の注意点はここだな。坑道の中に水を、要するに排水水をね、送るときの、これはね圧力感だな、これね圧力を持ってるんで、一旦割れたら水がほらふわっと噴き出したのあるじゃないですか、こうやって。そしたらこの隣にですね、近くにあったら水をバーッとやっちゃうと、下水道管なんかは、一般にコンクリート管なんかできてるから、こう、現れたらさ、ひび割れちゃうんだよ、ガーッと圧力でもって、水がバーッとかかるからね。だから最低30センチ以上は確保して、これはもう何回も何回も試験できる。覚えてください。ですから圧力管なので、コンクリート管だとか、要するに、他にはね、電気通してるとか、電話線通してるとか、ガス管とかいろいろあるわけだよ。そういう時の間のどんな管の距離は、30センチを保たなきゃいけませんよと、まあ、こういうふうになってますよと、ね、これよく知っている。圧力管だ、他は違うからね、これだけは水道管だけは圧力管だから注意しようと、こういうこと。それから下水の方はですね、これはマンホールってつなぐんだな、マンホールってつなぐんだ、マンホールで。つなぎ目のところでですね、下水管の上下管はね、下流へ行くほどね、民家が増えてくるわけだな、要するに上、上流から流れてくるわけで、どんどん下へ行くほど人数が増えてくるから、管のですね、直径も大きくなる。これでしょ、上流側は小さくて下流大きいでしょ。つなぎ目をどうするかという問題だな。でこれは水面接合といってね、上流と下流の水面の高さを揃えるというわけだな。これ水面接合。干潮接合って上下、管の上を上側で揃える。これ干潮接合。一般にはこれとこれが一番よく使われます。ね、そして、まあ、場合によってはですね、
こういったような関定節と関の下を揃えるというのが出てくるね。関と関の中心を揃える、まあ、これは水面接合の代わりに使われることがあります。代わり、ね、これの代わり、これはもう計算面倒なんだよ、面倒で嫌なんだよ。だからこういう時はこれが使える。だからこれ代用としてこれ使える、まあ、基本的にはこれとこれが一般に使える。段差のあるところな、これはですね、段差接合といって60センチ以上になったらこういうふうな副管というものをつけるわけですね。60センチ以上の段差ができた時には上と下がな、60センチになっているから副管をつけてあげる。もっと勾配が長い場合は、ね、一般にこういうふうな階段接合ね、一般にこれ方形の四角い形のやつ、ね、円形じゃなくてね、こういうのとこずっと持って帰る、そういう形になっていく。でこういうふうな感じになってマグを作る、まあ、こういうのは段差接合というね、まあ、こういう接合の仕方にはこういうの大体バラエティがあるということな。それからこれはですね、管の基礎だな。下水道は基礎で、浄水管はほとんど基礎いらないんだけども、下水道はですね、基礎が必要なんですね。基礎にはですね、合成管といって鉄筋コンクリート管と、それから等管だな、こういうの合成管で、まあ、変形しないわけですね。そういう時にはこういったような道義基礎ね、道義、こういったような、こういうの道義と枕道義と、枕引いて寝てるって声かな。でこれはしごになってる、はしご道義とね、後ろにもっと軟弱地盤で、これ鳥居基礎、これ杭って、この下に杭、この下に杭です。これこういうことだ、鳥居基礎。だから木で補助をするときは、枕道義とはこうなってんだと。はしご道義とはしごが乗っかってんだ。これ鋳型がさらについてんだ、下に杭がついてんだ、こうやってこれな。これを鳥居基礎って言うんだ。まあ、鳥みたいでしょ、こうやってほら、向かってこんな鳥居みたいになってんじゃん。だから鳥居基礎って言う。ということで、こういうふうな構造が基本的に木の方は支えはこういうふうになってますよ。まあ、普通はですね、砂利を使って、砂利基礎、だから鉄筋コンクリート、まあ、こういうもので守って、これでサポートするのは何やら基礎とついてきた時には道義とついたらこういう構造になっているとね、覚えてください。で今度硬質塩化ビニルはですね、あるいは鋼管とか、まあ、そういったような可動性変形できるもの、まあ、こういう時の基礎は砂、主に砂だ、まあ、それによって、まあ、さっき言ったようなはしご道義使うのもあれば鳥居道義使うのもあるな、コンクリートの下にいろいろ基礎と、まあ、いろんな構造、基本的には砂でもって、守りますよ、まあ、こういう構造的なところを整理しておこうと、こういうわけです。それから後でね、よく住宅なんかに出てくるところなんですけども、これはマスというね、マス、これはとこインバートと呼ばれて、この、マンホールのところはですね、これインバートつけて水の流れを汚水の場合は速くする。だから雨水の場合は砂が入ってるのでね、砂利がいっぱい入ってる、下水道管に入っちゃうと砂で洗われちゃうとね、表面内部やられちゃうんで、ここに泥だめ15センチの泥だめをつけて、雨水はここからこういうふうに流してください、砂を落としてくださいと、まあ、こういうことだな。薄いマスと薄いマスは違いよと、ね、家庭から出てくるトイレとかそういうとこから出てくるやつはこういうふうにサッと流すようにインバートって言葉だな。ここは泥だめをつけると15センチ、これよく資源出ますね。ということでこのマスの違いを整理しておく。それから最後にですね、これ昇降系管のですね、推進工法ですね。でこれは一般に鋼管で、鞘管ですね、鋼製の鞘管ですね、まあ、鞘管をこう入れる、ね、要するに鞘管って言うんですね、こうやって鞘管入れて一応抜いといて、あとにですね、塩化ビニールのやつをあとこう入れるわけだな。でこれは鋼管だからさ、錆びちゃうんだよな、鋼管だから。だからこれはだから塩ビを入れられ、結局ここでこの空間のところにモルタルを詰めてね、で結局下水道管としてはこの部分を使う、もう ここだけどね、を使うと、まあこういうイメージではこういうことで、でそのために先導管でこういうね、要するにオーガー式でぐるぐるとオーガーだろうな、それで掘って土を掘って、最後にヘッドを割って、でそれからここの土をのけてオーガーでのけて交換をまず最初と、まあ、ヘッドはここからね、クレーンで回収するわけで、ヘッドはここまで到達したらヘッドは回収する、こっち交換だけ残ると、そしたら そこへ今度塩ビ管を入れてモルタル注入って、構造を作ると、まあ、こういう構造だね。これを鞘管方式、まあ、こういったように昇降系管なんかはここ、要するに道路なんかでさ、道路とか鉄道とかでもう使えないとね、その時にはこういうとこをずっとこうやって乗って、推進をしていくと、こういうことな、まあ、推進工法とこういうことですね。以上でですね、一応専門の、ね、道具についての説明を終わることいたしました。
ですから何回かこう見てください。そうすることによって図面と用語の関係を理解していくね。でここで説明したのは結局は用語はですね、説明図面でないと分かんないところだけを説明した、これだけですね。じゃあこれで終わりことにいたしましょう。